ただいまでございます。どうぞ。ご無沙汰しておりまはい、して。どうぞお上がりください。あれ、ご一緒じゃなかったんですね。ご一緒じゃなかったんですね。私ちょっと、仕事が今日ありましたので。どうぞこちらの方へありおがとうございます。伺いください。で、金先生と、あと、こちらを座ってください。京都の方に、フライトがあるんですね。そうですね。これですね。つまらんもんです。赤服。赤服。はい。じどうぞ。ゃあ、遠慮なくいただいてね。高田原だ、で、宮城県のどこにお住まいですかね。私は四日市です。四日市四ね。日市。はい。じゃあ、今日これ出させていただいきや、まあす。ります、あります。まだあるんです。キム先生と両方にも持ってきてます。それはお土産ですよ。そうですか。いや、ここわ から、かりました。コーヒーの時に。今、住職はされているんですか？もうもうね、引退息され子て。が住職。あ、じゃあ、名誉住職で。前住職です。前住職。これがね、先生、浄土真宗は面白いんで、前住職が実質住職なの。陰開居、性？陰性？院政。完璧に院政。そうですか。私が死なない限りはね、息子は、権限が。権限全くない。全くその先生、院政。中世です中ね。世です。で、みんなもそう見てます。多分先生、天皇もそうやったと思う。上その皇ね、ね、もちろん上上皇皇。ね。まあ今はちょっと違います。昔、その息子がおってもね、やっぱり遺伝としての親父です。それは確かにそうですよね。経験を積んで、そういそうろんそう。な人キャとリのアが違いまネすッよ。トワークをね、持ってね。これで割合、やりたがるんですよ。よっぽど病気であればもうね、あれでしょうけど。で、一応、身分的には自由人ですよね。そうなの。だから自やり由。やすいですよね。やりやすい。だけども、形の上では、息子そうになの。任せていて。いわゆる法的には息子が代表役員ですから。社長です。まあ、気軽ですよね。こうね、肩の荷が降りてるみたそうですね。何やってもね。水戸黄門みたいな。な。座が気楽でいいですね。で、いつからその上皇様になったんですか？もう10年ぐらい前から上皇です。じゃあもう、すごい男長はい、上長い、皇に匹敵するから。その長い院政期は、院政息が子長い。の住職にはたまらんじゃないですか。いや、みんなね、あれ、だから、後鳥羽上皇とかようわかりますわ。そうやね、るんです。そして、熊野にね、34回もね、もう出るというね、すげえ好き勝手できるんですかね。これは大変ですよ。来られましたね。ですから、で、いろいろ学術的なシンポジウムにもたまに出て。そうですね。お金の方は全然心配なんですね。そうですね。かなり午前中、応用しております。で、まあ、私が全部やってるんです。まあ、両方やから。まあ、どうこしれようはかな。上皇様のね、今何歳おられですか？何歳ですか？私は80になります。80。まあ、平均寿命が、今男性87、6。まあ、それぐらいですね。まあね、個人差もありますから。もちろんありますね。どうぞ、お入りください。どうぞ。ありがとうございます。これは先生、何の、誰を描いてるんですこれはですか？ね、
葛飾北斎の、北斎ですか、はい、これ。門下、文学商人って、日本門の、脇さんって聞きました、荒行そうなんですが、平家物語に出てくる文学商人が、那智の滝に陣を組んでですね、こ船れ、に乗っ好て、きですか。那智の滝に。どうぞ、お会いください。あ、どうも、ご無沙汰しておりまして。はい、どうぞ。こちらの方へ。どうぞ。はい、お願いします。どうぞ。なんて、こあ、知らないという方は、んなの人ないよ、ただに、バイト、こいつだけに。もう、散らかってますね。全然、そのままで、ね、失礼してください。どうぞ、こちらの方。はい。あ、で、どうも。どちらでもいいんですけどちどらです。も、いや、私はこちらで。はい。どうですか？もうこっち、あ、わかりそうです。そっち行きましょうか。はい。よいしょ。よいしょ。いや、もう少し違う。あ、いやいや、大丈夫です。録画させていちょたっだきと。たいので、まあ、こういう感じでですね、ああ、これ映っね。て、もレコーディングう、あ、こしてれます。か。テープも回すと思うんですけども、一い応、や、もう、耳が通って聞こえないから。耳がね、じゃあ、こっだちから、も。ちょっと近くないと、話こが聞こえない。そしたら、先生、変わりましょうか？れ、ずっと、ええ。もう変えてもいい。はい。いやいや、ちょっと、じゃあ、金、その先生、これあはれ、どこ悪くかないな？よ。ちょっとね、話が、先生、やっぱり先どう生もが一言う番のよがいいろでしいすでか？す。はい。ここはがい、一はい。番、こここがの一辺番近近いいととはは思思ううんんですでけどすね。けど、はい。これで、はい。あ、そうだね。いや、お久しぶりで、本当に、公園焚き火をしながらね、こいれらっしゃるは、とあれ。いやいや、北野先生がもうなかなか忙しくて、すみません、どう時間が合わないから、も。もう3投月票にしね、か、時間は設定で3きなかっ月たから。もせっかく先生も言うていただいたんですが、営業が忙しいんですね。いそんや、なだこけとど、そで。れいいことですよね。お忙しいというのはね。今ね、仕事子供があっとしててこはとです80よ。歳。先生は90歳。先生9090、歳。90。ね、80歳。80、私80になります。私は漫画、ね、今年73歳。何歳まや？だ若い。73歳。7313。歳。ああ、ちょっと人だね。で、山本さんは何歳？76ですね。76。76です。73、76。76、83。はい。これを見てくだ今さい。年80、ちょっとよかっ60。た。ちょうど大体、平均世で代見てで、ます。80ぐらいだな。いや、こういうの設定したのはね、韓国との対話で、主に40、50、60代の人がやるわけですよ、両まあ、方ね。中心がそうですから。だけどね、彼らは実際、例えば貝原野県だって80歳を超えていた。で、40歳の人が語るわけでしょ。だから、理論的には語れるけど、実際、そこまで、住んでいたことない人なんですよ。だから、どうしても抽象的になっちゃう。で、それを補うということでは、少なくとも70以上住んでいないと、生きていないと体験できないじゃないですか。だから今日の話は、理論じゃなくて、実際生きてみたらこうだったっていう話をしてね。で、彼らに補いたいんですよ。本を読んで理論的に分かるということとは違うんだと、実際生きてみると。だから今の制度だって全部40代、50代、60代の人が作ってるんじゃないですか。まあ、役人さんはそうですよね。で、それが、70、80、90の人に合うか合わないかは分からない、彼らとしては。その通りです。だから、我々はその理論じゃなくて、実際、生きてみたら、こうだったという話に、ね、して、ちょっと補いたい、補完したいんですよ。はい、わかります。だから、今日はもう、本当にもう、本とか何とかそういうことではなくて、実体験でお互いの話し合ったらいいじゃないか。でも、普段の専攻分野とかなんて全然関係なくて、本当に自由に、それぞれ一人一人の、実体験に基づいた場合だと思う、お宅に語れることはないだと思うんですよ。了解しました。では、司会進行をお願いできる写か。真もう途山中本で撮さんらはせていね。ただきますので、はい、どうぞ。よろしくお願いします。まあ、できるだけ声を大きい声をしてお話しますそうでね。すね。そうしないと聞こえない、僕は。そうですね。わかりました。でしたら、早速、お話しすみませんでした。始めさせていただきます。まず、どの、座談会といいますか。
これは、恋愛調査新聞社の主催ということで、急遽、ご無理をお願いして、鎌田先生のご自宅まで帰って、ご迷惑かけて申し訳ないんですけれども、よろしくお願いいたします。で、今日のテーマというのは特に決めていないんですが、一応、東北大学で、今年の3月15日、お肌でですね、3日間の、成功大学、韓国の成功大学と日本の東北大学との共催で、国際シンポジウムがありまして、そのテーマが、超高齢社会におけるウェルエイジングとウェルダイイングと、そういうテーマになっておりまして、で、川先生はご参加されるわけなんですが、その前にですね、ウェルダイイングという、これはですね、やはり、超高齢といいますか、70の坂をですね、超えた人間にしか語れないことがきっとあると思うんですね。理論だけでなくして。そうすると、これは、それぞれの分野の第一人者でいらっしゃるんですから、この先生方がですね、それぞれに、ウェルダイニングについてですね、真剣にですね、自分の体験、何考え方に、声をし、あの、していただきますとですね、これは、ある意味で歴史的なですね、記録になるんじゃないかと、というふうに思っております。ですから、東北大学のシンポジウムとは別にですね、それに、触発された企画としてですね、未来競争新聞社として、企画させていただきました。それでは、一つよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。で、早速でございますが、鎌田先生は、ご病気でですね、ちょっと、厳しい状況でいらっしゃいますので、わざわざ、下分まで来てしまったのは帰っていかんかったかもしれませんけれども、まずですね、鎌田先生がですね、ここに、73歳でいらっしゃいます。この日本、および世界から人類、その他、いろいろこの人類がですね、先生の詩にもですね、詩の題名にも反映されているんですが、いろんな、シビアといいますか、深刻なですね、その問題意識をお持ちだと思いますが、それに対してですね、どういうことを、思っておられるのか、そして、今現在、ご病気、厳しい状況にもありますが、全然それにひるまずですね、ますます、命を燃やしてね、戦っておられる。これは本当に感動的なことだと思いますが、その辺の、まず、鎌田先生ご自身の、ご心境はい。を、特にお願いいたします。はい、わかりました。金先生に、本をお送りすると言いつつも、ちょっと今日お会いするということになったので、今日ですね、先生に、これはですね、私の遺言あ、そうで、よね。はい。去年の5月に出版しました。その中に、特に後書きの中にですね、すみません。ありがとうございまこす。の間、自分がどういう思いを持って、なるほど。死を意識したか、で遺言のつもりでこれを書いたか、それ書いてあります。後でまた、後書きで、これはその後、退院してから、入院中に書いた詩編、なるほど。20編と、退院してから書いた10編をまとめて30編、命の帰巣というのを1月に、これは1冊しかないので、で、これはその以前にですね、10年ぐらい前ですかね、言霊と真言と題目という、これは論文ですけど、書いてあるので、これ参考文献として、お渡しします。で、率直に申しまして、私は癌になったことは、当然だというふうに受け止めました。当然。一昨年、2022年の10月16日に、
がん宣告を受けたんですね。で、ステージ2か3かだろう。その CT 検査で。で、実際にステージ4、4だったんですね。で、その時になんで当然だと思ったかというと、もう何十年も前から、この環境ですね。この世界中の気候。環境、人間がやってきた行い。これを考えると、もう地球上にね、地球をもう癌で覆い尽くしているような状態じゃないですか。だから人間の体に、ま、いろんな形で反映することは当然だという思いがあったんですね。で、私が癌になった、まあ、検査もずっとここ15年ぐらい一切健康診断とかしてなかったんで、で、まあ、放置した状態であったんですね。で、もし健康診断とかをしていれば、どっかで早期に発見されたかもしれませんけれど、でも、それはそれとして、早期に発見されなくてもよかった。この時点でね。で、ステージ4で、発見されてよかったと、自分は思ってるんですが、それは、地球上がこんなに傷んでるのに、自分の体が痛まないはずはないから、当然の報いというか、当然だと思ったんですよ、まずはね。だから一切、我がことですけれど、自分だけじゃない、もうこの全体が、もう傷だらけになって、癌も全身に行き渡っているような状態なんで、自分の体は、これは好みでね、引き受けなければいけない。だから、むしろね、癌の宣告では勇気が湧いてきたんですよ。やるべきことがはっきりしたという。だから、あと何年の命かわからないけれど、何年の命かちゃんとね、その向き合うという。で、やるべき自分の使命をね、果たすと。ただ、それ、その1年分。で、自転車で帰ってきましたね。バプテスト病院というのは、ここから自転車で15分ぐらい。で、そこで検査を受けて、癌の宣告で自転車に乗って帰ってきて、妻にそれを言ったら、まあ、青ざめて、信じないわけですよ。でも元気そうだからね、見かけはね。だから信じない。いや、癌なんだという。それで、いろいろ検査した結果、手術もした結果、ステージ4で、転移がね、肺と肝臓7箇所とリンパ節に。で、去年の暮れには脳にね、それが転移して、脳も、侵されてるんですね。癌ではね。それで、放射線治療を脳の方にして、まあ今こんな状態なんですよ。なので、その、癌そのものは、一回抗がん剤治療で静まったとはいえ、また、こうね、拡張してきて、脳に移っていく。そういう状態を自分、この一年どう過ごしてきたか。まあ、これを次に話します。で、癌の宣告を受けて自分が真っ先にやらなきゃいけないと思ったのは、絶体絶命という歌のね、絶体絶命というそのサードアルバムをレコーディングしてたんですよ。でも今我々は絶体絶命の状況にある実際。その絶体絶命の状況にあるけれども、何かやっぱりアクションをしなきゃいけないし、まあ、宗教的には祈りとかね、こう、癌とか、そういうふうなものをこう持って対応していかなきゃいけない。そういう思いがあったので、私自身は、まあ、歌を歌うということをやりたかったわけですね。いろんなところでね。それでまずはレコーディングをしてて。で、その、癌の宣告を受けた翌日、リハーサル、東京です。翌々日、本番。で、医者に止められました。なぜかというと、腸閉塞をもう起こす寸前になって、パンパンに腫れてるから。だから痛みも伴ってる。こんな状態で、ライブをやるのは、2時間で、15曲歌わなきゃいけない。一人で。こう、無理だ。で、パンクしたら、もう大変なね、手術の状態。散らばって、この、小腸から大腸のところでね、お掃除をしなきゃいけないとか、大変なので、こう、やめた方がいいと言われたんですけども、これをやらなければ、死んでも死にきれない。いうので、ライブをやって、それはちょっとね、全部レコーディングされているので動画で、鬼気迫る感じがあったと思うんですね。で、やり遂げました。で、帰ってきてすぐに入院して、
そして、間もなく手術。で、その手術は、まずまずうまくいった。だけども、合併症を併発して、合併症で、2週間余り、絶食。何も食べない。で、その間、オンラインでね、ズームで授業とかいろいろやりました。シンポジウムも、ズームも参加もしました。声が出なくなるんですよ、やっぱりね。食べないと。水分とか、この胃になんかとか。で、点滴で、いくらかは持ってるんですけどね、栄養分まで。でも点滴は元気じゃないんですね。命は長らえていくんじゃない。だから食べることがね、いかに重要か。ここね、演技ですよね、こう。それがこう、やっぱり循環していくのは分かるわけです、食べることが。何歳になってもそうだと思うんですね。だからさ、食べることを遮断して、静脈だけで生きていく。まあ、ある種、スパゲッティ状態まではいかないにしても、人工的にね、命は延命している。だけど、本当の生きる力っていうのは、食べる、自力で排泄する、食べる、寝る、排泄する、こういう循環がうまくいかないと、本当に、体としては、自分でないような元気さが、保持できない。でも、それが、1ヶ月の、まあ、入院が長くなったけども、退院できた。で、その間にですね、1月17日の、阪神淡路大震災の、地震が起こった時から、詩が湧いてきたんですよ。で、それがこの命の帰巣という詩になる、一番最初の詩なんですけどね。それを、この前、朗読した人、指先に継ぐという死期を悟らしめよというところから、まあ、そういう状態で、退院してからも好きなことをやると。で、その好きなことというのは、自分がこう、この世で果たすべきと自分が感じていることをやると。まあ、そこに集中して、で、そのために、沖縄から北海道まで、こう歌を歌ってきました。それから、東日本大震災のところを15回こう行っていて、跡地をですね、被災地を巡ってきたところの記録集の写真があるので、その写真展を全国で8カ所で、沖縄から、仙台と、山形県の鶴岡までですね、しました。ちょっと、それを、それぞれに出して、いただけるでしょうか。私が、まあ、一番最後いや、先生、の残った。じゃあ、先生、ちょっとですね、飲みながら、コーヒーを飲みながら、お手をやってください。それで全国、津々浦々、こう、歌うことと、写真展と、トークセッションとかをやって、そしてもう本当にね、精いっぱいやりました。できること。去年は、ですから、勤めていた時以上にね、もう、全国動いた。なんでできたかというと、まあ、抗がん剤治療を含めて、こう、私、比叡山に800何回も登って落ちてるでしょ。そう。だから、その800何回も登り降りしている体力はね、ああ、それは。何であっても、基本的に基礎体力があるんですよ。すごい。で、山頂で爆弾をね、この前まで1年半までやってたんですから、3回爆弾もね。で、そんなようなことで、まずは、去年1年は、本当に精一杯、今まで以上に、活動できて、で、活動できたもう一つの原因は、仕事の、専任を辞めましたから、ああ、なるほどね。授業をしなくてもね、あ、それはわかりいい、大丈夫です。授業をしなくてもいいから、自分の行きたい時に、休めると。行きたいところ行ける。時間がある。院政の 陰性の。短い、ね、勤めがね、決まったんですよ。それで、自分としてはやり、
残すことがないぐらいやりきって、もういつ死んでもいいわというような気持ちになっていたときに、脳に、転移していることが分かった。もう体は疲れ切っています。それで脳の京都大学病院で放射線治療をした。そして年末、正月にね、家にいたらば、能登半島地震が。で、能登半島地震が起こった翌日の朝、こういう夢を見ました。私が、みんなの前で、僕は、京都大学総長になると。ね。京大総長になって、総長になって、日本一のおもろい大学にする。世界一のおもろい大学にする。宇宙一のおもろい大学にすると。教授たちの前で宣言してるんですよ。教授選っていうか、学長選があったの。学長選が私は総長に選ばれたんですよ。夢の中ですよ。これ初夢。1月2日の朝方。それで、自分が歌を歌ってるんですよ。面白お、お、面白お、面白大学、いい大学。面白大学、洋科大学。面白大学、宇宙一とかね。インタレスティングとか、インスピレーションとか、イニシエーションとかね。もうそんなような歌を歌ってるという夢を見た。そこで、朝起きて、すぐそばで、天台宗の満州院門跡っていう、お寺が、有名なお寺。そこのお寺の弁財天、弁天堂と天満宮があります。そこ行って、こういう夢を見ましたと。つきましては、私は今日からね、京大総長にはね、さすがになりませんからね、文科省。京都、面白大学総長になりますと宣言して、そこで報告して、歌を歌ってね、そこで、ね。それから毎日、京都面白大学の授業を一人でも、二人でも、まあ今日はその授業の一環ですね、64なるほど。回目の授業だ、すごいおお。ね、私にとって。で、それを YouTube にアップして、公開してきて、つい先ほどまで、第63回の授業をね、で、必ず私出てますから、一人で出る場合と、それ全部いつから、1月2日から、2日から。もう60、あ、こそっれがかそっ4か。回目2ね。ヶ月。これは今日、夕方には、YouTube で皆さんに、自由にね、見たい人には見られるような状態にはなるんですよ。そういうことをずっとやってきて、自分としてはね、次の仕事はね、何かって言ったら、もうやり残したことはなかったんだけど、夢を見たために、夢を見たために、今必死で、京都面白大学の授業をやってるという。で、それを通して、自分が日々思っていることをね、もう言ってるんですよ、社会発信。だから、いつ死んでも、まあいいんですけれど、こういうことをやること自体が、自分にとって、何でしたっけ、ウェルダイング。ウェルダイングそのもので、生きている、死んでいるという意識すらもあんまりなく、やることをやってる。まあ、そんな感じ。ちなるょっと長くなりました。ほど。先生、絶体絶命というですね、詩はい。集、拝読させていただきましたけども、絶体絶命というのと、から自分にやりたいことをやる。まあ、楽しむ。あれは面白い、ね。世界的な気持ち。そのつながりというのは、ちょっと、私は神道の精神を生きてきた人間です。神道の精神は一言言うと、面白楽しい。この二語に表される。面白楽しいっていうのは、これは天の岩戸が閉じられた。世界が真っ暗闇になってしまった。その真っ暗にした原因は三度のことだ。暴れたとか。天照姉が怒って真っ暗になった。で、その真っ暗になったので、神々集まって相談して、祭りをやろうということで、祭りをやってるうちに裸になる。で、裸になってみんなが大いに楽しんだ。で、天照が何事かと思って光を、こうね、出てきた時に、パーッと光を差して。そしたら、天が晴れた。まあ、太陽ですから、天が晴れて光を差して。
思う白とは、その天の光が主に当たって白くなることが星を。だから、神聖エネルギーに満たされるっていうか、照らされる。で、楽しいっていうのは、自然にそういう状態になると手が伸びてくる。だから、面白楽しいっていうのが、古事記にも、日本書紀にも描かれているところの祭りの起源、神楽の起源なんで、神楽的に生きる。面白楽しい的に生きるというか、祭りをする神楽を演じるということなんですね。で、それがなければ神道ではないんですね。なので、絶体絶命の状態であればあるほど、面白楽しいを生きなければいけないという論理になるわけですよ。だから絶対絶命だから、シュンとなるんじゃなくて、そこを面白く楽しく生きるという打開ね。これによって生命を、まさに、生命改新、生命の新たな蘇りをね、図っていくということを、まあ、神道の立場から、その伝統を踏まえて、創造していくということになります。そしたら、千山先生、仏教の僧侶でもいらっしゃいますけども、絶対絶命という、人間にはね、そういうことが必ずあると思いますが、その絶対絶命と、から、それこそ楽しくて、幸せに生きるということですね。それは、北野先生ご自身、体験としては、私は今80歳になったとこなんですけども、要するに自分が年取ってきて好きなことをやれると、なかなか難しいんですよ、それはね。で、一つありがたいことに、今日寺で忙しいもんですから、必ずやらなきゃいけない。結構大きいお寺なんですね。そんなことはないですけどね。そんなことはないですけども。だけども、サラリーマンとか大学の教師によって、あらかじめ決まってないんですよ。決められることがね、こちらでね。もちろん、結局は相談した方がいいですけども、何とでもなるわけです。お葬式はちょっと難しい。で、そういうのをやってると、日常的に仕事をし続けてるわけですね。で、それが、実は、大変だなと、もうちょっと楽になりたいなと思ってたら、息子がちょっと病気になりましてね、細かいことはちょっと申し上げにくいんですけど、病気になって、法要がほぼ不可能なんです。小さなお参りはいけるんですけど。ですから、私79になった時に、そうなりましてね。そやから、これからちょっとね、と思ってたらそれでしょ。で、ほぼ今、大体見ますと、1ヶ月に30日ありますが、この間ちょっとチェックしてみたら、26日法要に行ってるんですね。すごいそれでも小さいのも入れてです。16円。26日行きました。大変ですね。で、特に、なんていうんですか、息子が体調悪くなってから、平均お葬式をね、月に3つあるんです。それがね、去年少なかったんです。前年はね。で、2023年は非常に多かったの。で、そんなんで、体持つだろうかと。で、実は私の父が私に、もう私は寺の仕事がちょっと続かないから、もうやってくれと。言うたのは79です。父は、そんな愚痴を言う人はなくて、何にも言わずにやり続ける人が、やっぱり、長いボタンと。持たんと。私は本能的に分かりましてね、お父さんほじゃやります。ということでやっても、家内が手伝ってくれましたんで、それ良かったんですが、私79の時でしょ。息子は体調悪い。もう、実質的には法要はできない。これどうなるんかなと。これは、娘は大学の教師してるし、家内は腰が曲がってね、法要も出られないんです。私一人です。私一人でね、病気になったら終わりです。ですね。これ病気になるかならんかってわからんわけですよね。怖いんですよ。いや、いつ何が起こるか分からないですもんわかね。らないんですよ。ちょっと恐怖心持ちましたね。それは
生きる死ぬの恐怖じゃなくて、仕事ができるかどうかね。仕事ができるかどうかの恐怖。応用ができるかどうか。応用ができるかどうかです。それ大事ですからね、地域にとっては一番。これでね、そうなってきたときに不思議なもんですね。元気になってきたんです。それは仏様のお力としか言えない。いや、本当に元気になってきて、ハードな仕事をすればするほどね、体がしっかりしてる。すごいね、それは。それから、ハードな仕事をすればするほどね、脳みそが動くんです。あ、私もそれ感じる。やればやるほどね、好きなことを、私は好きなことをやる、脳みそが。で、そのね、託されたものに応えようとしたら、脳みそが。それと、鎌田先生がおっしゃったように、好きなことができるようになってる。普通で言うたら、好きなことができないやろと。好きなことっていうのは、何にもせんと自由にね、好きなことやってくださいよと、案内できない。夏休みみたいなもんだね。最後まで、前の日にまたね、勉強するように。それがね、忙しいのに、それができるようになる。で、面白いことに、自分のやりたいことができるようになる。それと、やりたいことがクリアーになりませんか？クリアーになりましたね。前よりね。それをね、A ということをやると、A だけやないと。B もやる、C も、これがみんな繋がり始めた。だから、2ヶ月で論文3本書くことがね、そんなに苦痛でなくなったんですよ。それもすごいですね。ね、79歳でね。もう、そんなようなことがね、楽しくなってきましてね。で、やってても、まあ、広がってきて、で、それで思ったのは、私、親鸞聖人、まあ、私はもう子供の時から、そういう環境で育ってますので、で、親鸞聖人が、一番エネルギーを、出していったのは83から88です。で、その時に裁判闘争もある、ね。それから、息子を議決する話もある。それから、どうも話ははっきりしないんですけども、自分の息子の、奥さんは早く死んだんですけど、あんまり有名な人じゃないんですけど、その人のお母さんですね。自分の娘、息子の、嫁の母とその自分の息子が暮らしてるわ。だけど、あんまり生活に関してうまくなかったんでしょうかね。金稼いだりすること得意でなかったんでしょうね。これで、そのお母さんがどうも、親鸞聖人に手紙書いて、銭くれと。生活が成り立たんから。親鸞聖人その手紙もらって、弟子たちに言うんですよ。手紙書いて。私はお金があったり、土地もあったら全部あげると。だけど、それ残念ながら、そんなことはできないと。こんなこと頼めないけど、皆さん、ちょっとカンパしてちょうだいと。で、それをもう渡すように、もうくれぐれもお願いしますと。どうもそれがね、はっきりしないんですけども、一説によると、亡くなる2週間前だったって言うんです。で、90歳で亡くなった89の、もう90の頃ですね。だから、親鸞聖人は、その死ぬ前まで日常のことをやるわけです。何の変わりもなく。で、そういうふうにして、亡くなっていった。もう、そんな、かなり病気もしんどかったみたいで、体も、苦痛もあったみたいですけどね。で、まあ、親鸞聖人、それは、親鸞聖人ほどではないけども、あ、その負荷をかけるって、そういうことかと。負荷をかけることによって脳みそがクリアになる。で、すべてが満たされたところで脳みそはクリアにならん。もちろん、鈍りますね。ヘイバーホケみたいな。それから逆に、ガザとかあんなところの人も大変ですけどね。かなりの人はクリアになった。だから人間というのはようできてて、必ず二重化されてますから。ものすごい苦痛の中に実はそれを打ち破っていくものがね、発見できると。で、それは先生言われた面白く楽しいんです。私は仏教徒ですから神道ではないんですけども、まあそんなに差があるわけじゃないと思いますけどね。やっぱり面白くて楽しい。なるほど。つまり、共通していることはですね、苦と楽がセットになっているということですね。そうですね。そうなんです。このぐらい楽がある。だから逆に言うと、それが生と死かと。うん、生と死を分けてしまうと苦痛になるけどね。はいはい、だから先生おっしゃられたように、一生懸命生きながら死んでいくわけです。で、僕はそれ、今先生の話を聞きながら、私のところ農村で育ちましたから、はい、で、もう、数百年、浄土真宗の地域ですわ。うん、そうすると、
大体自分の死ぬのが分かるって言うんです。一週間か10日ぐらい前の。そうそう、お寺へ、門徒さんが、おじいさんがお説教聞きたい。臨終説教があった。で、行きまして、まだその時は体力が残ってますから、私、布団に起き上がれると。ここ、枕ぐらい置いてね。なんとか、布団で起き上がれる。で、その時20分ぐらい、私の父親が行って、お説教して、これで帰ってくるんです。で、そのお説教が終わると、当人は家のものを読んで、障子張り替えてくれ。葬式の用意してくれ。それを障子張り替えてくれ。掃除ちゃんとやっといてくれ。そうするとみんなやるんです。そうすると近所が、そろそろおじいさん亡くなるな。で、大体きちっと正確に一週間ぐらいでな。で、おばあさんの場合もそうです。で、病気でね、入院してる場合はそれできませんけど、普通の、ごくお百姓さんが。それから、要するに、元気なうち、働くことは、野良仕事してやってきて、動けなくなってからの話です。今ですね。で、そういうことをね、見てる。で、私、それ、子供の時にすごいなと思ったんですけど、よう考えたらすごいことやなくて、自分のおじいさんもやってるわけです。見てるんです。こうやってして、順番でやっていくんだ。で、そういう、実験をこう見ながらね、暮らしてる。で、漁師なんかでも、やっぱりあれですわ。魚取りに行って、80個とか、そんな人は仕事中に死ぬんですよ。最後まで働くんです。動けなくなれば別ですけどね。で、ごく、それは喜んでやっておられる。だからそこで、楽しくね。楽しくね。だから死の恐怖も何もないわけです。で、ありがたいことに、事例を見ているから。自分の死は見ることできませんけど、他の死は見えますわね。それを見てるわけですから。あんなんええし、かっこええなと。私も言うてみたいです。障子張り替えてくれと。かっこよろしいよ。だから最後までかっこよくね。で、私の親父なんか亡くなる前にね、散髪行くって散髪で頭をきれいにしてね、昔に行きました。やっぱかっこよくね、どうだ、参ったかと。最後のステージをね、用意しとくと。だから、他人のために迷惑。最高のパフォーマンス。迷惑かけたらいいんですよ。これもパフォーマンスやと。どうだ、お前らどうやと。そう、その中で苦労をかけたけど、実は親父が言うとったのはこんなことやったんかと。それは後でね。だから、私も先生のおっしゃるのに、同感でして、やっぱり面白く楽しい。仏教でもそうだと思う。面白く楽しくなければね、どうしようもないわけです。で、その面白さの内容が何かと、楽しさの内容が何かは宗教によって違うでしょうね。なるほど。一人一人のね、生き方には、一人一人の生き方によって違いますから、僕はそれはいろいろあって言って、僕らの場合は、それが浄土に向かって生きていくことやと。だから、スタートを切ったら、浄土に向かって生きとんねやから、それが明日かわからない。10年先かわからない。私もよくお説教で言うんですが、ちょうど今電車に乗っとると、そろそろ終点は大体分かってきた。そうやけど、駅が見えてんのか、カーブがあるのか、どうわからんわけですよね。そうすると、その列車に乗ってると。その乗ってる工程っていうのは自分のやりゃよくてやっとるわけです。これで、そういう生き方をしていくということやから、ことさら生と死の死だけを取り出して、恐ろしいとかなんとかって、そうでない生き方見とりゃいいわけですね。で、僕はそれは、河本先生のおっしゃるのは、非常に理論的だけれども、同時に昔の人もやってた。今、お話伺えば伺うほど、浄土は、世にあるんじゃなくて、そういう死に向かって生きている間そのものが浄土みたいですね。それは、我々が、親鸞聖人が面白いこと言うてるのは、あけぼのって言うんです。ぼんやりわかる。はっきりわかるのは命終わった時です。あけぼのですから、あそこに、人かなんか動いてるなと、家があるなとわかるけど、クリアに見えるのは命終わった。だから我々は今おっしゃったように、その途上です。浄土はここまで迫りきてるんだ。だけど完全な浄土ではない。それやったら仏ですもんね。
でもその道を歩いていくと楽しいじゃないですか。あと2時間したら夜が明けると。その道を歩いていくっていうね。鎌田先生の、まあ、僕、仏教徒の立場から聞かせてもらって、あ、先生、浄土への道を歩んでる。それは鎌田先生だけじゃなくて僕も歩んでる。みんな歩んで、同じ道を歩んでね。ただ、高齢者によってはですね、だんだん鹿にしていってる。いよいよ死が近づいて、近づいてるということでね、罹患して、そして絶望して、という方もいらっしゃいます。ありまあ、まいすろね。いろありますよね。鴨先生は、癌の宣告を受けられて、それから、まさに楽しくですね、明るく、希望を持ってですね、充実して、生きる。こと、すべをですね、だから、内側からね、喚起される。その体験をお話しになって、だから、別に死が怖いわけでもなく、当然だと。地球と一緒だと。地球も癌だからという。それでね、この今生の生命を延長するということが終わって、まあ、いずれ全員、みんな死ぬわけですが、死んだ後ですね、忙しいんでしょうか、先生。まあ、死んだ後も忙しくであろうが、忙しくあっても、暇であっても、まあ、その中で生きていくしかないので、死んでもあると思ってますから、死んだ後もね。ああ、だから、その死んバイだロン後の話はし死まんしただ後ね。の、こう、世界で喋っていて、まあ、それはまた戻ってくるかどうかはわかりませんが、まあ、何になってもお任せするしかないので、命の流れの中に。それからね、もう一つ補足しておくと、面白楽しいっていうのは、私、グリーフケアとか、スピリチュアルケアの領域でね、複雑性悲嘆と言われるんですね。つまり、やっぱりこう、辛いことが重なる、いろんな出来事が重なる、まあ、今回のと自身もそうですけども、本当に助けたくても助けられないような事態に直面して、どうしても心を晴れないし、自分を処罰する気持ちが湧いてきたり、もうしょうがなく悲嘆がね、こう、確かにそういう経験もあるんですよね。この生活の一面の中では。と同時にですね、複雑性感謝っていうのもあると。で、私の場合ちゃは、んと感謝がまたセッがトだんにね。なった時にですね、複雑性悲嘆の方にもう行くものがもう消えていったと、がんとがんとともに、むしろ複雑性感謝の方に全部がこう集約されてきてね、まあ、病気も含めてですよ。だから私、癌にね、一緒にいてね、一緒にね、癌友詩人として遊ぼうねと言ってるんですよね。君もいてくれないと癌友詩人になられないから。なので、共に、まあ、どっちも死ぬわけですから、癌の方も死ぬ。まあまあね、私そのうで方すも。ね。で、一緒に、命あるまでね、やろうよと。癌に語りかけているわけですね。で、そういうもの全体が私にとっては、一日一日が過ごせることが複雑性感謝の、世界であって。ですから、こういう、まあ、一種のですね、大きい命の営みに対する感謝みたいな気持ちは、日増しに大きくなって、食べることも含めてね、休むことも含めて。そういうような状態で自分ができること、その中でできることをやると。で、さっき、お話を、仏教の言葉で、バック与楽の道ってあるじゃないですか、仏教で。あ、そっか。じゃあ、バック与楽というのは論理的には正しいけれど、実際問題しては、享楽なんだなと。つまり、苦を抜いてから楽を与えるんじゃなくて、苦もあれば、共に楽もあるという、だから、どっちが抜けるとかっていうことじゃなくて、苦楽が共にあるみたいなね、享苦享楽というふうなあり方を、どちらがより軸が主になるのか、だけの違いなのかなというね、まあ、そんなようなことはお話を聞いてね、感じました。そこで、キムテちゃん先生は、我々70代ですけども、キムテちゃん先生は、80歳。89、ごめんなさい、80、僕8080歳。代。で、今度は90、90になられたんですか？ 89 ですか？まあ、90ぐらいとして、ね。
ぐらいになられてですね、どうですか？ いやいや、給与といっても、経験をもう一回考え直すということでは、だいたい85、6歳から9でいたるまでの期間が、一番私にとっていろいろ考えさせられた時期だと思うんですそよ。の5年間ぐらいですね。だから、85歳くらいまでは、年を取るということはあまり意識していなかったんですよ。もう世界中回りながら、ほんとほらの仕事をしてましたから。もう40代、50代の人に負けずに、本当に活動的な、日々を過ごしたわけですからね。地球を何回も回りながら。だけど、実際いろんなことを改めて考え直したのは、85歳の時に、孫の、プレゼントを買うということで それで、お店に行って、彼に喜んでもらうことを何件か買って、で、袋に入れて、両手で持って、で、エスカレートを乗っていくときに、なんか瞬間バランスが崩れて、で、倒れてしまったわけですね。でも意識失ってしまって、転んでもらって、鉄で作られてますから、そのエスカレーターは。何回も転んで、で、下にパッと落ちたときに、もう私はすでに意識がないわけですよ。だけど、ある人が見つけて、それで私をおんぶして、それで救急自動車に乗せて、車に乗せて、で、住友病院の、緊急センターに運んで、で、そこで、治療してもらったということなんですが、3時間が生きるか死ぬかの差を、分かりましたって言うんですね。遅れたらダメだ、アウト。で、脳を全部やられまして、これで脳出血がひどいから。で、骨は全部折れたし。だけど、幸い、3時間過ぎる前に手当てを受けたわけですよ。だけど、徹底的な違いは、後で聞いたら、脳出血が外に出るか、内にこぼれるかの違いで、もしも中の方に出たら、もうこれ、全身麻酔、麻痺、になっちゃって、もうこれ、ダメです。生きたとしても。ほとんど死ぬんだけれど、生きても。だけど、幸い、これが外に出たから、だから、体に、例えば致命的な損害は与えずに終わったって言われる。ただ、聴力はちょっと、衰えてしまって、で、今、補聴器をつけてもよく聞こえないんだよ。その時に、意識が戻ってきた時に窓が痛い。その次は、体中が全部骨が折れてましたから、もう痛くて痛くてもう耐えられない。で、麻いろんな酔麻酔をしてもらっ鎮痛て、剤であります。なんか、治療を受けたんですが、もう、脳外科、神経外科、そして、脳関係の全ての分野の、専門医が集まって相談をしながら、これどうするかということで、取り組んだわけです。だけど、幸い大きな住友病院でしたから、もうあるとあらゆるものは全部揃ってますから、それが良かったと思うんですね。それで、ある程度、痛みが収まって、話ができる状態になった時、初めて、担当医者がね、来て、今までの経過をずっと説明してもらったんですが、本当に奇跡の連続だったんですよ。これ、節目節目に、これは、ほとんど可能性がないと言われたのに、よくもこれ、勝ち抜いて、で、生き残ったわけですね。すごいですね。それで、アメリカにいた娘が、急遽、孫を連れて来て、で、彼女は日本語ができませんから、その医者が、英語ができる医者に聞いて話をしてみたら、結局の医者の話は、なんか、あなたのお父さんはすごいね、ってと。普通は、あの歳でね、全然それを勝ち抜けない状態なのに、うまく、うまく 勝ち抜いて、それで驚くほど、
速いスピードで回復してやるし。だからそれを英語でレジリエンス、レジリエンスと、その健康というのはただ体が丈夫だとかね、そんなことじゃなくて、いかにレジリエンスが、働くかということが決め手なんだと。で、そこにあなたのお父さんは、このレジリエンスが飛び抜けて、正常回復力は強いというわけですよ。それは医者の説明で、とにかく私としてはもうかなりしんどい日々を、2週間くらいはもう本当につらかったんだよ。だからたった一つは、それでもこうなったら、なんかやることがあるから残った。できるなら、いい方向に考えて、これはまた生き返って、で、それをやり遂げるというのは、その意思があるわけですよ。だからそれがいいか悪いか、そんな考えずに、ただとにかくそれやりたい。で、経過は、驚くほどいい方向になったし、そこで日本の医療制度というのはね、例えばアメリカとか、イギリス、ドイツ、フランスまで経験した、まだタイランドとかね、ベトナム、それで韓国。それを飛び抜けて、日本の医療制度がいいと感じたんですよ。何がいいかというと、看護師が献身的なんです。それはアメリカやイギリス、ドイツ、フランスで経験して、また韓国、ベトナム、そしてタイランドあたりでやったけれど、これはどこかで職業意識で仕事をやってるということでやるだけであって、その真横からその患者のために患者を、見守るってことではないんで、それより伝わらないです。だけど、幸い私が出会った住友病院の看護師は、献身的だったんですね。本当に身になってやってくれたし、今ここでいちいち言えないんですが、節目の時に、いわゆる最善を尽くしてくれた。ですから、やはり年を取ったら、アメリカやイギリスやドイツやフランスや韓国やベトナム、タイランドあたりで住むよりは、日本で住むべきだと私は感じるのは、いざ来る場合、やはり、どういう医者とどういう看護師が周りにいるかということが決定的な、要件ですから。ですから、そういう経験を踏まえて、なんだかんだ言われても、まだ、日本の医療制度が一番年取った人には、言ってみればこう、いいと。そういうことを感じたんですね。で、もう一つ楽しいということですが、やはりその、絶命、絶対絶命という境地は人によって違うと思うんですよ。だと私の場合は、脳が、壊れて、全身の骨が全部折れて、で、普通は、生き残る可能性がないし、仮に生き残ったとしても、半身不随か全身不随になってしまう。そういう時でも、なぜかですね、やはり、今までも、何回か、死ぬか生きるかの境地は出てきたから、それは別に大したことではない。これを、今までのように今回も生き残るということも、肯定的な考え方があって、で、それは、必ず治ろうという一種の信念があるわけですね。それは何かというと、生まれてから、85歳に至るまでのその生涯を考えてみても、ほとんどいつも病気と一緒だったんですよ。子供の頃からね。だからあまり健康じゃない。奇跡の中ですね。だから結局、生きるということは、病むことだと。だから、生きることと病気っていうのは、お互い一緒になっているわけだから、別にも違うことじゃないというふうなことは、もうずっと考えてたから。で、多少その病気が、ひどい病気か、ただ、風邪とかね、胃腸がちょっと不振だとか、そういうくらいの病気とは違う病気だけれど、病気の一種ですから、生きることというのは病むことだし、これは
痛いことだし、そういうことがもう慣れてるんですよ。余計良かったと思うんですよ。そういうことが経験あまりなかった人が、一回病気にかかると、もうこれ、大変な騒ぎになって、で、それで死ぬ人が多いんですけれど、心折れちゃったりしてね。そうそう、そうだっだけたどわ私はね。もうしょっちゅう病気と一緒だったから、ちょっとひどいかひどくないかの違いであって、それが逆にね、レジリエンスの元になったと思うんですよ。それ何が回経も験繰り値返だしてるかね。ら、だから病気になってもすぐまた戻ってくるという、それこそレジリエンスなんだよね。だから普段あんまり健康な人というのがいいと普通は言われるけど、私はそうじゃないと。面白いね。そこはね、かなり重要なポイントですね。先生、やっぱり練習問題ですね。練習問題を解いてるから強い。それで、だから私の友達はもうほとんど全部亡くなっていくし、もうそれは日本人もアメリカ、韓国人もアメリカ人も全部、今回アメリカに行ってみたけど、ほとんど亡くなってるんですよ、もう。90だったらそうですね。また生きていても、活動できない。ないわけ、できないわけですよ。だけど、一人、私一人が残ってね、ちょっと申し訳ないってこともあるけれど、まあ使命感もあって、じゃあ、この人たちができないと私やるしかないと思って、で、今はやってるわけですよね。で、今朝もちょっと写真を撮って、Facebook に載せたら、みんなね、韓国の人、日本の人、アメリカの人が、いや、俺何これ、90歳の顔なのって言われたけれど、まあそういうことで、だから面白、楽しいっていうのはね、絶対絶命の時こそ、これが本当は大事で、やはり自分が好きなことをね、やる。私は読書が好きですから、だから体が不自由な時は、もうとことん座って、で、本を読む。だから韓国では、親しいと親、だから北朝鮮、こだめ、左派の左派閥。だから、親、僕、左派っていうのは、北朝鮮よりの左派というためだ。で、それとは発音が同じで、親は親しむ。これ、僕、本ですよね。こだめ、座る、左派。これ、派。だから、親、僕、左派。座る。そういう言葉を作って、で、私はそれだと。み政治んな的なで、これでやめてね。この読むね。で、それで、他の人がもう本当に年を取ったから、今度はもう遊ぼうとか、旅行しようとかいう時に、私は随分やりましたから、そんなことで面白くもなくないわけですよ。みんなそれはやってるわけだ。だけど、うちに座って、本を読みながら世界中を回れるし、まあ、古今東西の賢人たちの書いたのを読むし、まあ、これこそ本当に自由自在に世界を回りながらいろいろと見てるんじゃないか。必ず行ってみることよりは、座ってもちろん見れる。で、その人たちがさ、Facebook に載せるんですよね。私はもうベトナム行った、カンボジア行った、またはもうどこに行った。そんなこと全部すでに回ってみますから、あんたはここだったらここを見ることが必要だとかね。いや、これはちょっと欲しいな、もう少しあっちの方に見たらよかったと言うとね、彼らが驚いちゃって、いや、もう先生、すでにそこに見たんですか？いやいや、見てほしい。また見れなかったら本を読めばね、わかることが。だからもう実際見なくても、もうこの年になると、わが大体見当がつくと。だからそんなこと、実際言ってみなくても、今度は、今度だけ見ていれば、推測がつくようなことだから、だから別に世界回る必要なく、うちに座って本を読めば全部わかることだと。年を取ると、動物的な生き方よりは、植物的な生き方に近くなるんですよ。だから自分は動かないけれど、まあ、動くのと同じように世界をね、まあ、自分なりに想像と、今度は構想力で、全部こう、相手が実際行ってみる人とほとんど同じようなことができるから、だから別にね、若い時のことよりは、むしろ年を取った方が、いい方向もあるし、まあ、バランスは取れた、見方もできるし、で、そういうことで、本当に人生の楽しみというのは、80歳から始まるけど、私の場合だと、これって85歳から、本当に人間が生きるということをね、痛みを含めて、悲しみを含めて、ね、そういうのを含めて、その中でも、面白楽しい追い方をする。だから、
生きるということは、病むことだし、痛むことだし、それと同時に楽しむこと。で、そういうことでも合わせて楽しむ。だから常に面白、楽しみということを、どんな状況に陥っても、にもかかわらず、そこからまた新しい生命開始のね、息吹を吸い、で、そこへ道を開き。だから私は哲学は、ギリシャ人のように、フィロソフィア、知恵を、愛するということになって、道開き、新しい道を開くことだというふうな哲学を持ち始めたのは、やっぱりギリシャ人とはちょっと違うね、原体験があるからなんだと。いや、もしも私に哲学というものがなかったら、今までの、例えば、絶対絶命の境地に陥ったとき、それを乗り越えて生き残ることができなかったんじゃないかと。だけど幸いね、哲学をするということが、ある時期からずっと私の生き方の根本になったので、どんな絶対絶命の境地に陥っても、そこからまた新たな道を行く、という、それだけはね、いつも絶えずに続けてきたことだと。だからそれが結局ね、過去にこだわることでもなければ、現在だけにこう夢中になることでもなく、常に新たな未来を自分なりに開くけれど、しかし他者と共に開くというふうなことが面白い楽しみの根源だと思うんですよ。だから、アマテラスを大神にまつわるその、もう、こう、岩戸の話開できすよの、ね。そうですね、で、開き。それも私にとっては真っ黒な現在から新たな未来が開かれるときに、それをどういうふうに一人じゃなくてみんなで一緒に開くかということの典型的なストーリーだと思うんですよ。それは結局みんながあって、ただやればその岩戸に隠れているアマテラスオオミカミを引き出すことはできないから、だから面白いことをやってですね、みんな笑って、それと、その中に閉じこもったアマテラスオオミカミが好奇心を爆発して、なんだこれと言って、ちょっとだけのどうせ、生命改変が。それで天地に光がまた輝いた。それと同じで、結局人間というのはどんな絶対絶命の境地に陥っても、好奇心だけが生き残っておれば、これは元になって、結局はみんなと一緒により良い未来を引き継ぐ原動力になるんだと。だからどんなに年を取っても好奇心だけは亡くなられした方がいい。で、それが神田先生がおっしゃったことの面白楽しみということを私なりにこう、考え直すと、いくら年を取っても亡くならない好奇心、根源的な好奇心がある限り、そこには未来開きのこう原動力はまた生かされる。だから好奇心までもなくなっちゃったら 今度はね、それだけれど、しかし、私は死というのも別に大したことではなく、個人、個体生命が宇宙生命に変えるだけの話であって、それが個体生命の終わりが全ての終わりではないと思うんですよ。結局、宇宙生命というのは始まりもなければ終わりもない。これ永遠に続く波動ですから、これ流れなんですね。そこに、こう、一時個体生命という形で、この世の中に現れてきて、ある時期までこう遊んだんだけれど、人間ごっこをしたんだけれど、しかしその人間ごっこが終わった時、男だけの話じゃないですか。これは別に、どうということはないわけですよ。けど、ごく普通にあり得ることだし、ただ人間がそれをどう受け取るかによって、それが、もう、本当にこう悲しいこと、痛いこと、苦しいことになるか、それともむしろ楽しいこと、当然のことは、当然という話は私は響いたんですが、これ当然のことじゃないか。別に大したことないんじゃない。当たり前だと。だから、いや、精一杯生きて、それで、それが尽きたら、燃え尽きしたら、今度は元の状態に戻るだけの話ですから、私としてはもう死ぬということは、大した別のことじゃなくて、生とは老い、
痛み。で、結局、死ぬ。それが一体になった後、それを、まあ、生きる。だから、老いるということは、それがこう、生まれてから死ぬまでの間の、こう、言ってみれば、その、継続状態。それを、一言で言えば、老いる。という言葉であって、それを我々はどう、まあ、悲しいこと、痛いこと、避けたいこと、絶望的なことというふうに捉えるのは、これは、まあ、西洋近代の、ちょっと、偏った考え方を我々影響を受けすぎたのではないかと。そういうことで、ちょっとね、まあ、今年、90歳になりましたけれど、今からだと思うんですよ。今から、本当に、人生の物語を語やっれる。ほー。そんなことを感じてます。で、お二人の話を聞きながら、私もそれ感じて、全く同感なんですね。それを、どういうふうなストーリーで語るかという違いは多少あっても、その中に含まれている本筋は、ほとんど同じじゃないかと。これが若い人にも分かってもらいたいんですよ。生きてみたら、年を取ると惨めだっていうのは、これは、今の、政策、作成者たちが、自分たちの福祉政策を正当化するために、ちょっと過剰強調して、大変だ、大変だと言うけれど、しかしそれはそういうふうな福祉の恩恵を受けないと生きていかれない人もいるかと思えば、もう一方では、なおさら元気で、むしろその福祉、それ自体をもっとより良いものにするために、献身的に、まあ、いろいろ活動している人もいるんじゃないですか。ですから、そっちの方は無視して、自分たちの都合の良いところばっかり捉えて、で、大変だ、大変だと言って、で、税金を取って、予算を取って、で、自分たちの仕組みを作って、それでそれをやるということに一回を感じる。それは私も悪いとは思わないけれど、しかしそれが全部ではないと。だから、そういう話とは別に、我々のように、実際生きてみたらこうだったという話も一緒にしておかないと、どうしてもね、一方的な偏りの、思想が、まあ、流行りすぎて、で、若い世代に希望を失わせ、結局は今、発春性障害という、まあ、生まれてこなかったからよかった。生まれてきたら、できるか早く死んだ方がいいとかね。いや、子供を産みたくないと。産んだって結局はああいうふうになるんじゃないかと。そう、全くね、年寄りの人が、いい、こう、遺生き方産をモデ持たルをずね、に、提供できてない。社会をどんどん暗くなってしまって、若い人に希望を失わせるようなこともあそうる。ですね。で、先生おっしゃるように、鎌田先生最初におっしゃられた、面白い、楽しいっていうね。まあ、我々も年齢が高いわけですから、問題は若い人がね、どれをどう受け取ってもらえるのかっていうのは、面白い、楽しいを実感することやと思う。で、それは、例えば、私の自分の今の体験ね、やっててしんどいでように見えるわけ。で、うちでもおも孫、ろいですよね。孫がね、私の生き方を見てるわけ。そうそれ、そ何も言わない。で、う。私も言わないんだ楽けしそうど。にしてるおじいちゃん楽しそうそうだそうね。ね。これでね、おじいちゃん前ばっかり行ってね、これで忙しい塾のこともやったりやって論文も書いて、今度は俺はここで講演するんですけど、これおじいちゃん楽しそうに生きてる。あんな生き方ってあるんかって。普通やったらしんどいからもうぐしゃっとなるのに、別にそんな感じもないし、そんななんか気楽にやっとると。ああいうふうに生きられるんやなって言って、子供は感じた。で、僕は鎌田先生がおっしゃるのもね、同じことですよ。やっぱり、それはしんどい時にそれが出てくると。だから、弁証法的なね、楽しいって何かっていうと、苦しいと楽しいのせめぎ合わのところで必ずそれが出てくその辺のね、コンフリクト、緊張、ダイナミズム、矛盾みたいなもの、ね生命ってそういうもんですね。え。多分そうだよね。開いて閉じるというかね、閉じると開くっていうのが、本当に量がこう、連関してる。で、先ほどのね、金先生のお話でね、これから考えるべき重要な哲学があった。それは、今まで言われてきたことですけども、はっきりと我々は意識化しなきゃいけない。それは何かというと、
いわゆる世の中の暮らしっていうのは、人間的暮らし、例えば QOL とかね、ADL とか、アクティビティデイリーだって、ちゃんと体が動いて、こういうふうなことができて、こう自立して、なんとかできる。これが一つの基本モデルになってますよね。でも、だんだんと70、80になってきたから、植物的な暮らしにね、近づく。この辺のね、ものの捉え方を、人間的な暮らしがある、ある種動物的な行動パターンの中にあるとするならば、植物的な、人間の中にある植物的なこう暮らし方というものを、どうやってこうね、自分が身につけられるかということと、その先にね、それじゃ植物的暮らしがあるんだったら、鉱物的暮らしがあるやんって。つまり動かない。全く不動上、岩のように、動けないように。まあ、AOL なんかはそれに近いかもしれませんね。鉱物的な暮らしだけれども、深い意識の中では何かがこうね、感じ取ることができる。こういうようなその意識をインド人は確かにね、言っていた。人間の中で理性は目覚め、植物の中で生命が目覚めた。鉱物の中で何とかがね、こう、目覚めてるか、眠っているみたいな。つまり、こう、地球ということから見ると、いろんなレベルの意識や無意識や存在の、こう、あ、もの、レベルがあって、それが全部重層化して、人間の中には全部詰まっているから、それをずっと降りたり、登ったりすることができたら、我々の暮らし方も、どんな病になろうが、動かなくなろうが、こう、地球と共にある、レジデンスを生かしめることができる。そういうことをね、金先生の話の中からね、植物的暮らしよりも、動物的暮らしよりも、鉱物的暮らしよりも、地球的な暮らしっていうのが、そういうふうなものにまで開かれていくということ。そういうことを含めて、まあ、いわゆる日本のことで、次年とかね。アジネ法二のね、ね、次次年年。法二の次年ね。まさにそうです。先生の植物的なもの入ってるわけです。全部入ってる。全部入ってるから、その重層的ですから、それが我々が苦悩すると解決の道に行き当たるんですよね。あ、植物的と。それ必要なこともあるでしょうね。あるいは動物的なところ、あるいは鉱物的なところに行くかもしれない。僕はそういうようなものとして、二重やなくて、かなり重層的な。それを、だからそれを仏だと言うて、それは神羅なんかもそうですし、アジアではね、自然とか、自然とか、だから西タ洋オのと自か。然、タオとか、それちょっと西洋の自然とはちょっと違うと思いますけどね、そういう生きている大きな、偉大なる生命体みたいなね、そういうものとしてあるっていうのが、根本的なことでしょうね。そこにつながったら面白いそ楽れしがに、ね、開発される。だから僕はブセツ無量寿経の中で、信心喚起って言いますけど、新人ものか。が見えたら楽しくなるわけなんで歓喜がね、す。喚起なんです。だから、喚起のない信心はないわけです。だから、信心と喚起は一体でないというか、信心はあるけど喚起がないというのは、信心じゃないんですよね。だから、それを見てね、みんなが、お、やってみようか、俺もと。そこがね、それがね、今日の話のポイントの一つなんですが、日本語の次元ということは私はよくし、まあ、理解はしますが、そこがちょっと韓国の思想と違うところで、韓国ではその次元ということを、物質的というよりは、木というふうに捉えて、その木がですね、物質的なエネルギーと、今度はマインド、この心のエネルギーと、今度は命のエネルギーという三つの、働きがあると、そういうふうに感じるんですよ。そうすると、先ほどおっしゃった動物的な、生命と、今度は植物的な生命と、その次に、鉱物的な生命もあり得るというお話で、それを、関係づけて、こう、媒介して、それをこう生かし続けるというのは、やっぱり木の働きだというような捉え方をするんですよ。ですから、究極は木の哲学が必要だということなんですね。で、
自然という自然というところを共通のが日本思想といえば、韓国はその自然までを含めて、それを命の働きに捉えるのが、今度はちょっと違うところで、自然では自然だけれど、その自然が生命だと。だから、ただ自然という、こう、どっちかというと、物的に考えることではなく、それを、気の働きという、こと的に考える。で、前もその、亀田さんと話したときに、アイルランドの海岸で、当然拾ったこう石、それを拾って、ちょっといろいろこう、彼らがこう、こう、砂をなくしたり、いろいろこう、工夫して、で、石笛を作ったんだ。自然そのもの。だからね、だから砂からこういうものを外して、それで自然そのものを今度は吹いて、神妙な、神秘な声が、音がつく。私はそれをかなり100を評価してるんですが、その時に鎌田さんと話をしたのは、そのもの自体が霊の働きということと、私はそこに息吹を吹き込まない、そうです。音が出ないから、ものではなくことだと、ようにして我々話したことがあるんですよ。ですから、私としては、ものを題だけれど、そのものを、こう、息を吹き込むことによって、ものの、中に閉じこもっている霊性を解き、話す、こう、解放して、その出るようにする。その両方があって初めて、で、日本の方は、その石、それ自体が題だという、もの的な考え方とすれば、韓国の考え方は、そこに息を吹き込む、ということの方を題だと、我々の話があったわけですよね。だからそこで、言ってみれば、動物的生命と植物的生命と、その後は鉱物的生命というふうなことを考えた上で、これを融合させるのは危機的生命だ。これは、例えば物質的エネルギーと、マインドのエネルギーと、今度は霊のエネルギーという、生命のエネルギーという、3つのエネルギーが一緒になったのが気で、その気をその3つの働きによって、どっちがその時一番こう、自分の働きをするかはこう、ちょっと場合によって違いますが、両方全部合わせたものとして、やはり、非哲学は今から重要だと。で、西洋に行ってアメリカでも、ね、話をしてみたら、彼はエネルギー次元論ということに最近たどり着いた。だからそのエネルギーというのが、やっぱり物質的エネルギー。ですね。だどうしてけど、もね、ポイントがそこに行こうと。だけど東アジアでは、そこにマインドエネルギーがある。生命エネルギーというのがある。ということで、エネルギーをもう少し、大きい、広い。もっとこう、深く見直す。それでアメリカ人も、いや、あれ、それが大事で、今から東アジアの方から学ぶべき一つのね、ポイントだということを言ってますが、だからそこで、やはり、星を取っても、どのエネルギーが一番自分にとって働くかというときに、人それぞれが違うけれど、私の場合は、やはり、命の、エネルギーが働くことが大事だと。仮に死んでも、宇宙エネルギーの方に帰って、宇宙エネルギーによって生命進化をもたらすことにこう関わるわけですから。ですから、私としては、個体生命でいる場合も大事だけれど、死んで宇宙エネルギーに戻ったとしても、もっと大きな働きをするわけですから、むしろ逆にワクワクするんじゃないですか、その限られたちっぽけなこうエネルギーからもっと大きなエネルギーに変えるわけですから。ですからそこがちょっと死生観の違いがあって、人それぞれがそれぞれの死生観を持つのはいいけれど、私の場合は、やはり、半思想の一番根本にある、危機的エネルギー。で、それは、個体生命のエネルギーが終わっても、宇宙生命のエネルギーの方に戻るだけですから、それは悲しいとか、痛いとか、絶望とか、全てが終わりとかいうような否定的な考え方は、少し修正する必要があるんじゃないかと。そういうようなことをちょっとね、アメリカでは喋ってきたんですが、ちょっと確認させてくださいね。陰先生の気の哲学、気のエネルギー。
これは非常にこれから先、重要だと私も思っています。そしてそれは、中国、朝鮮半島、日本に共通する、機能哲学、概念持ってると思うんですね。少なくとも、木という漢字で、共有できる、そうまあ、ね。多少の違いはあってもですね、この木という哲学を共有できる文化が東アジア3カ国にはある。もちろん台湾も含んでです。しかし、これを、まず、東アジア3カ国で、バチッと共有するだけのね、もう、整理っていうのかな、明確な共有できるものにするということと、これ今からです。それから、海外にですね、世界中の方々に、その機能ね、哲学を伝えていくという、これからのミッションというか、プロセスがある。で、その時に、考えていく一つの様子側は、日本ではですね、湯浅康雄さんが、筑波で中心になって、機能哲学について、1970年代、80年代、90年代と、随分機を巡るシンポジウム、国際会議とかやってきた、機能パフォーマンスみたいなのね、新体堂とか、青木さんとか、そうすると、その湯浅さんがやったことを、一つの学会として組織したのは、1990年ぐらいにできた人体科学会、門脇夏季という上智大学の神父さんで禅をやっている教授と、湯浅さんが、康雄さんが中心になって人体科学会できた。で、これは90年ぐらいなんですが、それから25年経った。で、その25年経ってですね、むしろもう、あまり気力がなくなっているわけですよ、学会そのままね。もう弱みになって、脳科学とかそちらの方に、多くの関心が移ってしまってるんですよ。で、それをもう一回、木というものを、こう蘇らせるっていうのか、共通のものにこうしていく、これからのね、次の第二段階、あるいは第三段階、世界中にこれを発信する。第三段階に向かわなきゃいけない。この辺のやり方っていうか、プロセスを、近世ではどういうふうに、今までの過去のね、30年の歴史、あるいは40年の歴史の中で、その次の段階はどう取れますそか？れでね、岩佐さんの後、これを、ほとんど無関心な状態になった時に、これを、言ってみれば、こう、持続的にやってきた人の中の一人が、大橋さんという人がいるんですよ。大橋、何さんですか？そ大の人橋。が、その、いろんな具大体的な、橋。大橋。大きな橋。大橋さんって京都に住んでる？そ京都の、の奥さん？伊勢、三重県さん、大橋健大二さん。橋健二という人がいるんですよ。大橋健二。で、その人が何冊も本を書いたんだけれど、ちょっと、もうあんまりこう、学会で認められていないから、私がそれを知らせるために何人かに商標を頼んだけれど、やっぱし応じてくれなかったわけ。だけど彼は、その、木の問題をすごく深く、それで具体的にこうやったんだけど、私が見ると、やはり理論的な機能捉え方が彼には典型的に現れていくけれど、一個人のこう体の中に集中する機。例えば侍が明日こう死ぬか生きるかの、真剣勝負を抱えて、その前に自分の心のやり方を含するために、お茶の会でね、お茶を一服飲みながら、それをこう今日集めて、で、その翌日の真剣勝負に備えるというような形で、主にか武士の方からこう、今日ね、そういう方向で、例えば、孔子が言った、孔子の木とか、孟子が言ったね、中国哲学の木をそういう方向にこう応用したわけ。だから中国の方は、そうじゃなくて、世界を中国的な木を持って全部こう、中華させる。中国化させるという方向にこう、外に向かって、だけど、韓国の方はそうじゃない。人と人の間、天と地の間、この間をつなぐというところに、こう、気を生かす。ですから、非哲学は日中韓で合うんですが、日本は個人の、その、息をもっとこう活性化するために、自分ならに修練する気。中国は、その、外の世界を中国化するために使う力。そうすると、韓国はそうじゃなくて、人間と人間の間とか、天と地の間とか、男と女の間とか、その間をつなぐところに今日
そうすると今後世界に向かってどういう気の働きが一番大事なのかっていうとですね、それやっぱり中国的なもの、韓国的なもの、医療的なものもありながら、やっぱり今まであんまり関心を持てなかった韓国的な気の働き、まあ、つなぐ、媒介する、気の働きというのをこう大事にするべきだと、これは新しい哲学の課題だと、ね。で、アメリカで話すときも、まあ、エブリン・タッカというハーバード大学の先生がね、会話英検をこう学位論文にして、で、こう、Q を愛と書いて知と読むんですが、こう、Q を知というわけですよ。で、その知の哲学を彼女が整理して、で、英語圏の方でもかなりこう、広めたんですね。で、結局、今になって、エネルギー一元論の時に、こう、エネルギーというのをどう捉えるかという時に、やっぱり東アジアの方に関心を持った人は、やっぱり知だと。エネルギーと言ってしまうと、どうしても物質的な面が強調されすぎるから、やっぱり知というのをもう少し捉え直して、これを例えばこうバイタルエネルギー、マテリアルエネルギー、で、今度はサイキックエネルギー、まあ、こうマインド。で、この3つの働きをこう融合した形でエネルギー知見をこう語るべきだということは、最近になってはもうアメリカ、ヨーロッパでもね、見識のある人たちはこれを、まあ、認識しつつあるわけですよ。ですから、その、Q をいかに捉えるかは、日本では一応、まあ、こう、東大を中心に、一部の人がやって、それで、ちょっと終わって、しばらく関心を、こう、あまり持たなくなったところで、もう一回、こう、大橋さんがそれを、読み返そうとして、一生懸命頑張ったけれど、しかし彼がアカデミズムの世界であんまり認められないかったが上に、関心を持たせなかったんです。だけど私は彼の本をずっと読み続けて、ここに可能性がある。ただ、その人があんまり対話に向いてないんですよ。自己主張ばっかりで、その、他の人と対話をするというところがちょっと弱いから、やっぱり広場がないわけですね。で、それを韓国に何回も読んでやってみたけれど、もう性格がそうなので、一方的な主張に終わってしまうから、相手が言うことをちゃんと捉えて、これをいかに両方からこう新しいのを切り開いていくこと、ちょっとやはりうまくできないなということがちょっとまあ残念なところですが、しかしそれはもう、また別の人がやればいいわけですから、要はそういうところまでは来ているということなんです。はい。よくわかります。それで、これでですね、ちょっと最初のところに戻りたいんですけど、鎌先生が癌になって当然だと思う。癌になったら当然だと思う。これは地球が癌にかかっていると。でですね、これは、今まで、地球史でですね、人間が作った文明がですね、地球ごと癌にするような文明は前なかったんですね。と思います。はい。それでね、内村鑑三がですね、後世に残す、なんとか、そういう本がありますよね。ありますね。要するに山に木を植えて、それが100年後、200年後にね、それが、その木が大きくなって、その200年後の、人類がですね、享受したと。教育したと。そういう、要するに将来世代のに何かを残すというですね、先ほどのキム先生のお話もですね、やはりレジリエンス、というのもですね、また奇跡が起きたというのも全部ですね、ある意味で、この今生に生まれたその使命をですね、があって、それぞれですね、それが果たしきれてないから、結局、命がね、つないできたんだという、それは皆さん、さんからともそういうことがあると思うんですね。そうしますと、まあ、もう70を超えてですね、まさに高齢者になってですね、残された、まだ果たしてない使命、あるいは後世に残すべき自分の使命、ということについて、それぞれ皆さん、考えになっていることをですね、お話したいと思いますか。その使命に関しては、私はもうね、嗅ぎ尽くした。この、断りはですね、この悲嘆とケアの神話論と、命のケアの2冊で、もう全部、まあ一応ですね、書き尽くした。
表現はした。表現はし有用として表現はした。た。はい。あとはそれを実践的に、こういう語り合いとか、その場でね、共有できるような形でのシェアをするとか、また違う、言い方、そういうもので、確認するということなんですね。メッセージそのものは、もう、大したと思ってるんですね。使命はそういう意味では果たしたと思う。だから、いつ死んでもいいな、という思いがする。で、その時に、あとは実践だけですので、面白く楽しく生きている、生きぶりを、ね、歌ったり、笛を吹いたり、支援すればいいのであって、そしてその中にある根幹はですね、私の中では、神道的用語を使って言えば、この前話した通り、無私非っていうのが一番根幹で、これは生命改心というふうなことのね、根本にある神道の言葉ですね。だから、無私非を体現するっていうか、生き方っていうか、その人の暮らし方の中で、振る舞いの中で感じてもらえればいいんですね。これはお茶を一服飲むのでもいいんですよ。無水火の力を。で、あともう一つは、日常生活の中で、あるいはその人のやるべき仕事の中で、その人の周囲個性という言い方をするんですけれども、クリエイティブな、あるいはジェネレーティブな、スポンテイニアスに起こってくるようなものも含めて、実践するっていうのね、パフォームする。これをやるということなんですよ。具体的な実践。それは、書くことも、論文書くこともその一つであるし、歌うこともその一つである。こういう語らうことも一つである。何でもいい。何でもいいけれど、そういうことを、共に、享楽するというか、共に楽しむみたいなやり方をやっていく。そして周りに理解されてもされなくてもですね、まあ面白く楽しくやっていることが一番大事なんですよ。教育で何が大事かというと、先生面白そう、先生楽しそうと生徒に思わせられたらかなり成功。それは単に面白いとか楽しいじゃなくしそう、好て、奇心やなはのね。りそれもあるしね、本当に生ね。命的な、何でしょう、もっと天とつながったね、宮沢賢治の、そういの振るう舞いはで役すに立ね、つか。生徒に分からなかったんですよ。ね、ね。知的には理解できない。先生、パルトシュラーの本を生徒に読んでもらう。ちんぷんかんぷんですよ。今我々が読んでるちんぷんかんぷんです。そして、注文の多い料理でも分かったようで分からないよ。でもね、宮沢先生が話をし始めると、みんなね、よくわからないけど、おもろいっていうか、好奇心かきたてられ、先生そのものが奇妙な人ですから、先生のこの面白さはどっから来るのかなと思ったりとかね。で、そういうものを感じさせるんですよ。まさに気を。そで、気を感じたらね、本人そのものが好奇心湧いてくるし、元気になるし、なんかわからないけどね、エネルギーをね、だからそれはね、吉本新喜劇、例えばですよ、吉本新喜劇の人たちが笑わせてますよね。しかも、あの笑いとは違いますね。生命のエネルギーのから発してくる、無水から発してくるような、そういう好奇心、あるいはそういう元気なんですね。お笑いというね、知的なものじゃないんですよ。そういう文脈でできるお笑いみたいなもの、そういうある種知的なゲームのようなものじゃなくて、もっと生命そのものが駆り立てられるような面白さ。ある意味でね、まあ、仏教的に言えばね、無我とかね、無我とか、あるいは、荒井祭で言えばね、粒子無我とかありますけどね、やっぱりそういう哲学的なんですね、究極に、到達した。いきなりそこに行かなくても全然よくて、例えば子供は子供なりの、赤ん坊は赤ん坊なりの、おじいちゃん、おもろそうとか、それでいいんですよ。それで小学生だったら、先生に言ってることはよくわからないけど、なんかおもろいことがあるんやな、みたいなね。そうですね。大事なのは、その種になる部分というか、命が発現していく芽になる部分を、どこに、持つか、その芽をね。いずれそれは開花するんですから、生命は。ところがですね、その種がないとね、きっかけがないとね、育たないんですよ。
むしろそういうのを潰してしまってるの、教育はね。だから今の学校教育がですね、そういう単位。もう学校の先生の、私らの時は面白かったんですよね。こう楽しい先生がいっぱいおったんですよね。高校に至るまで。今どうなんかな。今ね、今日の新聞に出てましたけどね、学校の先生になる人が本当に少なくなってきてる。要するに、試験を受ける先生も少なくなってるし、辞める先生もこうすごく多くなってるし、それからもうノイローゼっていうか、うつになる人が本当に増えてる。学校の先生ですね。で、そのうつのになるような先生が生きている環境で生徒が楽しくなるはずないですよね。でも先生そのものが面白いな、楽しいなって、おじいちゃん楽しいな、みたいなね。先生、なんか知らないけど鼻歌って楽しそう、僕も一緒に歌いたい、みたいなね。その感じにならないと、やっぱ教育現場がね、面白く活性できないんじゃないですか。だから最近のね、これ政治の話のこともあるけど、文部科学省のね、ここ数年来、あるいは10年、15年か知りませんけどね、かなりそういう変なね、抑圧的な、苦しくなるような、抑圧的な教育がずっと実際的に。そうこでれすが、よね、このこもう。とがやっぱり非常に大きな、その老年哲学というかな、我々の、今回のテーマにとってもですね、非常に重要なテーマじゃないですか。なので、老年も肩に入れたような辛いよ、老年はとかね。こういう、先ほど言われたように、大変だから、地域包括ケアでこう設計しましょうとか。それはそれでね、一つのモデル図としては、一つの標準図を作るわけですから、それ自体は準備としていい。だけど、老年の面白さ、老年が持ってる可能性、そういうところもね、もう一回蘇らせるっていうか、開いて、昔の、知恵を復活させる。私、もう、だから30年ぐらい前、王道論という本を書いてきたので、子供と老人の、この子供と老人の持ってる元気みたいなものの、神聖さみたいなものを、どうやって結びつけられるか、それができたら結構ですね、社会は活性化するはずなんですよ。生命も活性化するはずなんですよ。おじいちゃんとは孫、おばあちゃんと孫との関係性が、父と母との関係性以上に重要な、こうね、エネルギー交換っていうか、授受効果をね、果たすんですよね。もうその辺のところをこれからの大きな課題じゃないかと思ってます。王道論を、キムゼちゃん先生もね、非常に王道論については、また別の観点から非常に評価されてるんですけども、先生、やっぱりその辺どうですか、王道論。子供と老人の問題。王道論との関連でですね、今の、その学校教育の改善策について何かご、まいや、だからあ、ね、私はその問題提起にちょっと答えるところに3つのポイントを置いたんです。1つはね、今、その超高齢社会という政策言語が一方的に流行って、本当にいろんな人の生きがいをないがしろにしているというところが私は問題だと思うんですよ。で、その公式的な意見によれば、65歳以上の人が総人口に占める割合が、ね、21%を超えると超高齢社会というふうに言うらしいんですよ。そうすると、もっと分かりやすく言えば、5人に1人が65歳以上だと。だから大変だという見方なんですよね。だけど、それはまた昔の話で、最近のこう調査結果によれば、日本は3人に1人が65歳以上のいわゆる高齢者だというんですよ。で、韓国はまさに今4.5、5にはなってない、その5人に1人とまでは言ってないけど、ほとんど5人に1人になりつつある。超高齢化社会。で、日本は超高齢社会だけれど、最近によっては3人に1人が65歳以上だというところ、そういうところから見れば大変な社会になったということなんですが、私はそれが大変な社会と言うべきか、それともそれこそ人間が今まで理想化されてきた、そのそ社の会観じゃ点ないもか必要と。だ。みんな、長寿を最大の祝福と考えたんじゃないですか。で、それを実現したのになぜそれが問題なんですか。だから、私はそれはむしろ、公と
熟成社会。社会が熟成したというふうな捉え方をして、で、これこそ本当に人間が今まで望んできた社会のあり方なんだね。突然それが問題なのかというと、それは中高年、だから中壮年中心社会なんだ。だからその40代、50代、60代の人が中心になって考えるから、だからその60、70、80、90が増えると問題だという。いや、そうじゃないで、これ。だから年齢、高齢化社会という捉え方が間違ってて、私はむしろ、年を今度は、年頭から外す。だから、まあ、日本では奨励化社会というのは、奨は消す。令和年齢。年齢を消す社会になりつつあると。まだ、あ、英語ではエイジレスソサイエティ。年なんエイてジレ関係ス。がない社会になりつつあるということだから、むしろいい方向に向かっているんじゃないかという捉え方が今必要だと。で、その時に教育もですね、まあ、30、40、50代の人が中心になって教育してるわけですよ。だからこれは子供のことも知らなければ、また年のことも知らない。ただ、その年齢の人たちだけが知ってて、経験したことに基づいて教育を全部やるけれど、本当の教育はそれじゃなくて、その前の人とその後ろの人を全部含めた教育にならない。だから本当の教育は、孫とおじいちゃん、おばあちゃんの間の対話こそまさに大事だと。うちの孫なんか見ても、学校より、うちに帰っておばあちゃんとおじいちゃんと話すときはもっと楽しくもっと面白いというわけですよ。それはもちろんおばあちゃんおじいちゃんが少しこう孫に向かって話すメッセージがないといけませんが、今かなり学歴が高い社会ですから、ほとんどの人は話すことがあるんです。だけどむしろお父さんお母さんは仕事仕事であまり時間取れないから、時間の余裕があるおばあちゃんおじいちゃんと話をすると彼らも喜ぶし、また、年寄りの人も生きがいがあるんじゃないですか。本当そうで孫とす一よ。緒に話をするからね。だから、王道がまさに今こそ大事なんですよ。そう思います。で、中年代はこれ仕事ですから、その悩むやつ仕事ばっかりで、朝から晩まで仕事仕事。だから、自分が子供を産んでおいても、子供面倒を見られないから、まあ、塾に通わせたり、またなんかね、どっかにか預けて、それで、やったりして、それを、いろいろこう、彼の面倒を見ることがあんまりできないんですよ。おじいちゃん、おばあちゃん一緒にいればできるのに、まあ、家族ということで、おじいちゃん、おばあちゃん全部施設に入れてしまって、で、教育するけど、私は韓国で提案したのは、我々は無報酬でやるから。だから、若い学生たちと一緒に話をするチャンスを教育委員会で作って、でも、しょっちゅうやることしてないけど、一週間に一回か二回くらいは、おじいちゃん、おばあちゃんたちと、まあ、幼い子供たちが出会って、で、面白い話をしたり、そうする機会を与えれば、これを予算も節約できるし、また、おじいちゃん、おばあちゃんも生きがいを感じるし、子供を喜ぶことはいいんじゃないかということだけれど、まあ、さすがね、教区長に話をしてみたら、いや、これは今の制度上、それを総量にするのがちょっと思ったよりは難しいです。文部省の方針もあるし、だからこそ今と、それは教育省がちょっと協力自治ができないのかと。まさにセルフガバメントというのは、自分の判断でやることをやることが大事じゃないか、なぜそれができないのかっていうけどね、制度がそうなってるというんですよ。だから、それでね、北野先生にお話ししたいんですけども、やっぱり、高齢者はですね、非常に責任があると私は思うんですね。今の若い世代、あるいは子供の世代は、何も知ら、我々の世代のことを知らないですよね。我々の世代が体験してると。しかし、ものすごいことを体験してきてるんですよね。特にキム先生なんかはね、国際的にもね、その戦争も経験されたしね、もう教えることがいっぱいあるわけですよ。我々でも、私でもね、少しぐらいはあるわけですよね。そうするとね、もう高齢者の責任というのは本当に大きいと私は思うんです。ね。で、田島先生ご自身も実践されていることもお聞きしたいし、また、今の教育制度の問題よりも、高齢者一人一人、もちろんいろんな高齢者おりますよ。しかし、目覚めた高齢者。
ね、の一人一人が何に命をかけてね、その将来世代のためにね、やるべきだということなのかということを、先生に一つ力をくれてお願いします。私も立派なことは申し上げられませんが、今、やってるのは、もう14、15年になりますかね。虫送りの行事。この前もおっしゃってましたですね。ね。あれ韓を、国で行った時ね。あれをややっっててるんですけど、私は、自分のものの考え方っていうのが、今、閉塞的な時代で、先生もおっしゃられてる枠組みとか、そういうのは好きですよ。そういうことやる。だけども、中身がない。中身なしの枠組みとかシステムばっかりやっててね。結局、それを実行しようとしたら、もう頭おかしになってしまうよ。そんな現実規が。定規制でね、お金の使い方だかが。ら、上から来るんやなくて、下から行こうやね。ああ、下から。で、その下からっていうのは生活に、根根ざ出ししたた。ね。それはそのインテリアないんです。高校中退者とかね、おかしな人とか、そんな人も家庭を営んどるわけ。で、その人たちの子供がどう変わっていくのか。それは、今、山本先生おっしゃられたように、知らんわけです、みんなね。どういうことなのか。そこで暮らすの。それで、昔やってたその虫送りっていうのをね、復活させて、やっていったら、子供が喜ぶんです。というのは、まずね、非常識なんです、やることは。というのは、火つけてね、松明持つわけです。それは、自分が火の粉を浴びることもあるし、怖いわけですよ。消防法違反とそかうね、なんです。いわゆる規制されてるから。これまあ、それちゃんと安全はやってるんですけどね。そうすると、子供はね、今まで火つけたらいかんとか、それを火つけろというわけです。責任持ってそれをしまいまで火をついたまま目的地まで持っていけと。そうすると怖いから怯えるんですね。ところが、いろいろやっていく中で3年。子供が3年それをやると、下へ向ければ火が上がる。上へ上げれば火は上がる。それでもあかんが、ちょっと振るという。で、そういうようなことを学んでいって、技を身につけて。技を身につけて、見事に綺麗に目的まで。目的地まで行って、全部を焼き切るのに、やるのに3年間。で、子供も失敗するわけ。失敗しながらやっていって、怪我もしても平気なの。これで、私はすごいなと思ったのは、ある時、その爆弾低気圧。あれが来て、突然一箇所だけ、夕立みたいなのが来ますね。その時に、私の対応が悪かったもんで、みんなずぶ濡れになったんです。で、感想文書いてもらったら、子供はですよ。ずぶ濡れになったけど、気持ちよかった。子供の感覚ね、感性ね、それをね、楽しめてるで、僕らに対してもね、配慮してくれ。おじいさんだかね、やっててね、いや、濡れてる、どうしてくれんねや、なくて、気持ちよかった。これでね、怪我した、女の子もおりましたけどね、そこへちょっとね、お菓子持って行ったんです。そしたら、お父さんやお母さん、わざわざしてもらわなくてもと、まあ、大したことはなかったんですよ。顔に当たったらちょっと気になるけども、足やからどうってことないですわ。で、お嬢ちゃんが出てきてね、これね、また食べてって言うたら、そしたらね、しょうもないゼリー、私これ一番大好き。それからね、来年も参加したい。何も言わない。子供は大人なんです。で、そういう、我々はいわゆる学校でこれをせよやないんですよ。危ないことをせよと。そういうことで、子供もみんなと交流するし、おじいさんに、松明の作り方も教えてもらってね、おじいさんの実力があるわけですよね。刃物を使わんと、キュッと魚にひねるだけで縄切るわけですよね。そんな技術なの。子すごいね、なんか、供はね、無敵なのを見てるようで。そう、おじいちゃんすごい。もうすごで、いでおす。じいさん怒るわけです。やめとけ、そんなことしたら危ないとかね。これで怒鳴るわけです。お母さんにも怒られる。お母ちゃん、それあかんって。そういうことで、おじいさんの迫力がある。おじいさんの説得力がある。で、そういうふうに、やっていく中で、やっぱり、結局何がその文化にあるかと相互関係性。自分では生きられないと。他者によって自分が生かされていくのや。
それは虫を殺すけども、虫を殺しとると言うとるけれども、よう考えたら、美味しいご飯食べるために殺しとると。だけど、虫の立場になったら、かなわんわけですよね。自分たちが焼き殺される日やから、虫も家族がおるわけやから、そんなんでええねやろかって子供が言い始める。すほな、ご僕いはな、そ学れ。校、子供すらごい。が学校でね、教えてる仲良せって、そういうことかと。相手の立場に立って、虫の立場に立つのやな。せやけども、虫も死んでもらわんとしようないと。僕らやっとるけども、罪が深いなと。せやから最後にみんなね、阿弥陀さんの前で焼香するんです。な、おじいさんがそれ見てね、安心したと。わしが死んでも子供を焼香してくれる。焼香の練習にもなって。今のお話を聞いてね、ねえ。ここ2、30年、金子みすゞがすごくあ、金ご子み存す知ゞ。はね、で、その大漁というね、あ、あり有ます。名なね、それを私もイメージした。大漁ね、人間社会では、ものすごい魚が取れて、みんなお喜びで大漁祭りをやってる。だけど海では、組織してる。子供の弔いをやってる。こういう命のね、この浮き沈みっていうか、こちらの面、光ってる面と影の面、これ両方を含めて、その命のね、やり取りをしているっていう、ここが分からないとそうさ、なん。人間勝手だけになっちゃそううと。なん。人間が、虫をやっつけたらええやないかいなって、虫も自分なんだよ。だから自分を、他者の立場から自分が見えると。そうです、そうでで、す。そういうようなことが言ったら、仲良せって言わんでもいいわけ。何をしたらええのか分かって。それはね、アジアだけじゃなくして、アフリカの部族とかね、ありますよね。その辺もちょっと、アフリカのことも。結局、その相互関係性っていうのは、どこの世界だってあるし、アフリカなんかのウブントっていうのは、人は他者と関係性を持つことによって人間になる。自分で人間になるんよね。他人によって人間化されていくんだ。そう考えていったら敵はいないわけ。みんな繋がってます。敵を殺せば自分は死ぬわけです。はい、そう思います。で、そういう行動の中で一回視点を変えて物を見ましょうと。で、それが私は、残された老人のね、仕事やないかと。これは多様でいろいろ韓国にもあるし、中国も日本にもいろんなところにあると思うんですね。それを豊かに発掘して、今の問題とつないでいったら、ええ、世の中になるんやね。それが、そうですね、ロシアのこともちょっと研究しておられると思うのは、ロシア文学ですか？ちょっとね、ロシアはどうですちょっと、そう、今のことにうまくつながるか？ 話がちょっと、今のね、話に、要するに視点転換をする、虫の立場から、あるいは魚の立場から、捉える側からこう見たときにね、我々がどう見えているかというふうなことと、それは丸ごと全体を命として捉えなきゃ。そこにですね、先ほど、満州遺文石がね、近くにある。満州遺文石の中にね、金塚っていう、バイ菌、細菌、金のね、塚があるんですよ。この境内の一角にね、で、昭和56年にできたんですよ。あ、そう、それ新しい。を作った人たちは、まず、大和化成の社長、東京大学農芸科学、類なんとかなの会長、京都大学なんとかの名誉会長、つまり、酵素菌とか、いろいろね、発酵食品を作っている研究者で製薬会社、それらの人たちが中心になってお寺にね、金塚を作ったんですよ、奉納あ、ね。金属。で、っていうのは、人間のために、発酵食品をいろいろ開発してるって、例えば納豆もその一つであるし、いろんな発酵食品がありますけど、で、人間の体のいいじゃないですか。でもそれをこう作っていくためには、実験室の中でいろんな菌を使ってね、菌は殺すわけですよね、ある面そうでですね、よね。生かすと同時に。そして様々な実験をこうやり取りした。で、様々なこう菌にね、そういう人間のに役立てるような、製品は作られたけれど、菌を犠牲にしちゃったので、その菌に対してね、
その人身の、供養をね、感謝の念を捧げるっていうね、金塚が、そういう、製薬会社や、東大京大や、阪大や、そういうその人たちの、先生たちのね、志で寄付されて、金塚ができたんですよ。で、毎年5月にね、今でもですよ、毎年5月に一緒になってね、供養してるんですよ。で、そういうような、文化そうですがあね。るということをね、フランスのね、ソルボンヌのね、社会人類学の、教授がやってきて、京大にやってきて、女性のね、研究したんです。で、その話をしたんですよ。日本の文化を研究して、比較ね、文化研究をしてる。そしたらね、そんな話は世界中で聞いたことがないって言うんですよ。金塚っていうね。で、その金塚、こういうふうなことをね、この本気になって、もう、学会の会長ですよ。とか、製薬会社の社長とか、それがお寺の一角でね、こういうのを作って、お祭りをこうして、で、金塚、金の、に対して感謝の気持ちと、供養の気持ちをね、そういうのをこう表現する。こういうのがね、本当に私は、先ほど出てきた、こう命というふうなものに対する、深いね。もう殺さなければ生きていけないんだけれど、でも殺すということがどういう、人間のね、表現につながっていくか、哀れむとか感謝とかというふうなことや、供養とか、鎮魂とかというふうなものに全部つながって、お祭りとか、儀式とか、法要とか、そういうものになっていくじゃないですか。こういうもののその全体丸ごとをね、こう、やっぱりみんなが分かち合うっていうか、分かり合う。これができたらばですね、結構重要なね、社会の、でね、地域包括ケアとか医療システムがどうのよりも、そっちの方がね、大事なんですよ。ホリスティックの。これ自体もバクテリアなんでね、圧倒的に何百倍。そうなんですよね。人間自身もそうで、今、腸内にね、どれほどのね、菌が動いてるか、だんだん分かってきたじゃないですか。そうすると、そういう外側で実験して、食品になっているものと、人間の体の中で働いているものが全部有機的につながっているので、命というものの不思議さにね、玄妙さにね、目が開かれる。それで先生、医療が変わりますよね。で、面白いのはね、僕らは生きるために食いますわね。ところが心配せんでもいいのは、人間も死んでね、バクテリ土アに。になって、そうすると今度は草が我々を食うわけですね。の食った草を牛が食うわけですね。だから、みんながそれぞれね、食い合っとると。そういう形で我々は奉仕してるっていう、ね。だからそれはやっぱり自分中心に考えたら絶対出てこない。全ての生きとし生けるもの、それは細菌まで含めて、そういうものとして、無限のつながりの中にインドラモやないですけども、その中にやっとおるんだと。ちっぽけなもんですわね。だから、かなり頑張っても、あれやけども、やっぱやらないとね、しようがない。んで、これを私らもやってるんですけども、面白いもんです。後継者現れないんです。これが面白いと。後継者現れ現ない。れない。これを見てね、感動してやるかってならない。それでね、我々言うてんの、そんな期待かけたらいい。我々は語り続けてね、やっていくと。そしたら、子供らも、で、喜んでくる。ただね、可能性があるのね。もうしんどいからやめようやないかって声もあるんです。だけどね、もう一歩でね、子供が喜んでくれると。やると。結局ね、子供の喜びをみんな見たいわけです。それからやろうか、みたいな。途絶えてもまた復活します。そうですね。で、多分、今やってて、で、我々、もうみんな80ですわ、やってる幹部がね。で、もうそろそろやめさせてくれって言うんですよ。それやめさせてくれって死んだらやめたらやらないかって。で、死ぬまでやっていってね。で、その後のことはね、我々がやってきたことを誰かが見てね、来年できない、死んで途絶えるかもしれんけど、また復活することも、我々は復活させたわけやから。それをね、短いスパンで見ないでおこうと。1年に2年でやるっていう、その発想が貧弱だや。から、近視眼的な、近そう視的そう、もっなと病長の患者方がく、そう、病んでるんです。そうなの、もっとね、魂が病んでるんです。長いね、命も無限の長い歴史があるわけやから、そこで見たらね、そんなものね、10年でも20年でもいいやないですか、必ず現れると。それはね、時間の考え方がね、
やってることが、その永遠なんですよ。そうですね。生命につながることができる、生命につながることができる。その瞬間が永遠なんですよ。だから時間の考え方が西洋近代の、その合理主義的なね、金銭的な価値的な時間観念、これがやんでるんですよ。これでだね、から全部ね、その健康と病気のね、概念を見直さなきゃダメだと私は思いまそうすですよ。ね。これでやってて面白いのはね、来年やる、またやるんです。もうコロナが終わったから。これで、代表者集まって話したらね、ある地区、まあそれが主にやる地域なんですが、できないって言うんです。なぜできないんですかって聞いたら、みんなその、会社辞めてからも働いてる。で、時間がないと。これでやれる人が2人しかいない。で、子供会も3つも4つも潰れた。これで、そんな中でできない。難しいんだと。やらないと。難しいと。で、それに加えて、菜種を作ってるね。菜種の、あれを、柄になったものを中へ突っ込んで燃やすんです。それを作ってる人がなくなったの。せやから、それがないからね。できないと。要するに理由としては、できない。菜種柄ができないから、もうできませんわと。これでね、私もいろいろ当たってみたけど、いないんですよ。確かに、菜種から作ってる。これもあかんのかなと思った時に、先生。俺が作ったらいいね。その発想なかった。これでね、私とこう、私有地があるんです。まあ、家だ、借地みたいになってたところをもう返してもらったから。私とったらね。で、私とこの門前にね、100坪ぐらいがある。で、そこ今車を置いたりしてるんですよ。そこへ植えたろうかと。ああ、そうだよ。これでね、仲間に言うたらね、そうしましょうと。すぐできるわと。その仲間ちょっと待ってて、って言ってね、ちょっと親戚に連絡するからって言って、3トン車にね、山砂いっぱい入れて、3トンの綱巻いてね、そこで畝作って、で、種巻いた。そしたらね、できた。今まで何ができる？やらせる発想ばっかりでね。俺がやればいいねやと。だから私は随分変わったわけです。その十数年でね。改心した、改心。下手やけど、改心したわけだ。やったと。そしたらね、みんなが喜ぶかなと思ったら、ちょっとできないって言った人がね、まあ、しようないですな、と。な種がなんかできたから。非暴力じゃないですけど、やれって言わなくても。それはね、ちょっとね、その文脈の中で、まあ少し、ちょっとこう、違うケースもあるから、ちょっとお話ししますが、まあ、住友病院のそう、長い入院生活の中で、私は実体験をした一つの事例はですね、実習生制度というのがあるらしいんです。で、看護大学の学生たちが、実際その看護現場で、この経験をこうすることが大事だということで、まあ、こう、限られた期間、病院に行って、で、こう、現場で実習するわけ。で、ある学生が来て、私の前に、他の、まあ、高齢者の男性のところを、こう、行って、こう、いろいろ、こう、面倒を見たんだけれど、何か口を挟んで対応をしない。すべて拒否。それで、ちょっと困ったなと言ってるときに、その院長が呼んで、じゃあ、ここに、この人に行きなさいと言われて来たのが私に来たんですよ。で、いろいろ話をする間に、彼女が面白い面白いと感じて、時間があるたびに来るんですよね。部屋に来て。で、私の話を聞く。で、それが、なんかその、まあ、訪問に伝わって、他の看護師も来るようになったわけで。なんか面白い老人がいるということになってね、それに来たんですよね。で、結局何かというと、自分の両親とも話ができない。また自分のおじいちゃん、おばあちゃんは施設にいたから、一年に一回しか会えない。で、全部口を閉じて話をしてくれない。だから自分には悩みがあるし、まあ、普通誰と話したらいいのかわからないところを、まあ、私のところに来て、話すわけです。
そうすると私の提案が彼女にとってはものすごく面白かったらしいんですよ。他のどこでも聞こえない。まあ、それはやっぱりまだ年があるし、それだけ経験ね、もあるか知恵ら。があるからね。だからその話をしたら彼女が喜んで、来てくれって言うんじゃなくて、自分の方から来るわけですよ。それで、時期が違って、今度は帰るときに来て、プレゼントを持ってきて、先生、本当に大学でも教えられないことを、随分と教えられましたと。しかし、病院の規則によって、先生をまた別のところでお会いするところが禁止されているので、どうか、韓国はどこかでお会いできたら、その時はいいんですが、日本では、あんまり自由に会えないのまあ、でっていうところがそうなんでね、すね。それ規則があるらしいですよ。まあ、そうなんそうじゃですね。なかったら、食事でもね、してあげたいんですが、いいよと。それよりは、この短い時間だったけれど、あなたと話して僕は嬉しかったと。こういう対話ができたらいいんじゃないかと。だから、うちに帰って、お父さん、お母さん、おじいちゃん、おばあちゃんと、もう一回これをやってみてくださいと言ったら、じゃあもう一回頑張ってみますと。で、その話は何かというと、ボーイフレンドと付き合ったんだけれど、どうもこれがうまくね、自分の思う通りにいかない。そして、いろんな話をするときに私は、だったらやめなさいと言ったんだけど、もう簡単にね。もう世界中の半分の人口の半分は男だと。もうありふれたのが男なのに、何でその人にね、こだわってね。それで、合わないのに合わせようとするのかと。さっぱり。やめて、また別の人を探しなさいと。そんなに明快に言ってくれる人もいなかったし、その理由が、本当に自分は納得できるような形で言われたので、これは学校でも教えられないし、どこでも本も読んでもわからない。私は感じたのは、やっぱり面白いっていう、気分を与えることが、いかに大事かと。で、今の教育は学生たちにね、勉強とは嫌だという感情を持たせて、面白いってことはないんですよ。だから勉強しようとしないわけですよ。だから学校を嫌うし、うちの孫なんか見てもね。で、帰ってきて、おじいちゃんと話したよ。よっぽど楽しいって言われて、おばあちゃんと話をしたりね。でも、連れて行って買い物をお母さん、お父さんが買ってくれないものを買ってあげるしね。まあ言ってみれば、彼と、まあ、親しくなって、おじいちゃん、おばあちゃんごっこができるわけですよ。それがアメリカでも、グランドペアリング。まあ、おじいちゃん、おばあちゃんごっこっていうのがあってね。で、お父さん、お母さんができないことをやる。で、そういうあれがあるんそで、ういう言葉があ学びるんがあでするんでよ。すね。グランドファーザリング、グランドマーダリング、グランドパレンティングというのがあって、今見直されてるんですよ。で、それはお父さんはできない。友達もできない。もう学校の先生もできない。これはもっぱらおじいちゃん、おばあちゃんしかできないことがどん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 今見直されてるんですよ。で、それは社会的にも制度がもしも変わって、自由におじいちゃん、おばあちゃんと、まあ、言ってみれば、幼い子供たちがね、自由に使うようになれば、よっぽど教育は良くなると思うんだけど、なりますね。自分たちでな仕組みを作っておいて、それに合わせてカリクラムが作られて、それを押し込もうとするから面白くないんですよ。だからむしろ、それをやめて、自由学校に通わせた方が、よっぽど伸びるということが、実証されてるんですね、いろんなところで。これからそういう方向が徐々に出てくるでしょうそうね。ちょっと、もう一杯コーヒーあるかしら？そう。聞いた。じゃんじゃん。はい。もう一杯コーヒーもあっちろん。たら、ああ、はいはい。すみまくれせん。たら。そういうようなことがね、民間、もう学校とか制度、文科省とかね、もうその縛られなくて、自分たちの地域なり生活なりで、先ほどの、木田さんのところのね、道送りのそういうグループのように、それぞれのお寺でも神社でも、他のね、拠点があれば、いろんな組み合わせをね、やることができるんですね。だって、お年寄りいっぱいいるんですから。子供は少ないけど。だから、やろうと思えばできなくはない。お前ね、言葉少ないけど、年のいくらでもありますだもんね。からね、集まってやろうと思えばできなくはない。これね、ありがたいことに、私ら世代は山野先生おっしゃったように、体験してるんですよ。そういうこと。これは、で、自分たちは、一からやってないんですよ。そでうきなるんでんすですよ。よ。だから今のその、お父さん世代は、やってないでしょ。確かに、食品もそう。こんなね、知らないしね。火つけてね、怪我させたらね、賠償どうなんねやとかね。みんなそれが先に立つんです。
それからね、ただ学校教育違もう。ね、もうすべて、まあ病院もそうだけど、防衛、防衛、防衛、少子化社会とか、クレーム社会になってるからね、もうみんな自己防衛で必死になってね、こうガードするアんでリすバイよ。作りそうそう。なんでも。そういうふうにしているとね、おもろいことをやろうっていうね、全部目を潰しちゃうわけ。魂を、魂没収してるんですよ。安全とかね。もう、リスクをね、できるだけ、減らすとか、あるいはクレームをね、がないようなことをやりましょうとかっていうところへ、こう、焦点化してるんだよね。そういうね、危険なことをやるとね、なんかあっても何も言わない。絶対にクレームはない。言うてこないんです。なんで子供喜んでんのよ。怪我してもまたやるっていうの。ほらね、それほど親にとって安心はないわけで野生の証明だ。す。そう、野生なんだよ。そう野生に戻るの。だからそういう生活ぶりが戻ってくることが、イコール地球環境の癌を治していくことにつながるというね、その発想が必要なんです。縄文の暮らしね。今回ですね、能登半島で地震が起きたときに、巨大な7階建てのビルが倒れて、倒隣しての木ね。造を押し潰して亡くなる方がいた。でも縄文小屋は倒れなかった。で、縄文小屋っていうのは、真脇遺跡っていう遺跡がある。そこの小屋は壊れなかった。で、それは大丈夫だった理由は、結構掘っ立て柱で、軟弱で、あれぐらいの地震の中で倒れる。で、上にこう屋根があってね、700キロかな、石が積んであるので、崩れててもおかしくはない。だけど、壊れなかった理由はですね、柱と柱の間に、こう、普通だったら鉄筋だとか、バチンとコンクリートで固めるわけだけれど、そこのところに、石筆でね、ほぞ穴を作って、そのほぞ穴がね、楕円形だ。だから普通だったらピタッとくっつくんですよね。バッチリくっつけて、釘を打ったりね、金具で締めたりする。それで外れるじゃないですか。振動になるぐらいで。それがないもんですからね、このデコボコはね、こう、ゆる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 こうね、なんか糸の番組みたいな、することによって、分散するんですね。その分散力によって、どんな揺れにも縦揺れも横揺れにも斜め揺れにも耐えられるような構造があって、重構造で。で、そういう、最近、耐震構造ではなくて、免震構造というらしいんですけど、免震ね。これを発達させていくこと、縄文の知恵が、あるいは日本建築の知恵が普通ならば古代のね、そういう仕組みね、緩やかな。ない干渉だ。これ、じいさんばあさんの役割でもあるんだよね。この一種の生命の楕円形のですね、ほぞ穴みたいなもので、いろんな隙間をね、生かすことのできる人たちは、一番隙間を生かせる世代は、老人なんですよ。定年後の人たちのはずなんですよ。そうすると、そういう人たちが社会の緩衝地帯になって、子供や大人やね、普通が働いている人たち、この間をうまくね、ゆるゆるとつないでいくことができたら、どれほどこうね、生き方がね、こう楽になるか、世界全体が。確かに私らやってるのは年寄りばっかりなんです。年寄りしかできない。ちょっとね、今言われたうまくね、そこが緩衝地帯になってて、子供も親もね、うまくつながる。それがうま逆くできにね。た地域や、この関係、まあ、一種の子みたいなもんですけど、は、維持できるんだ、あっちゃけど。で、老人になる人は多いから、亡くなっても、まだその次の老人が。次々とね。その縄文小屋というのはどこにあるんですかね。まあ、奇跡。マーキー。真脇遺跡っていうのはですね、能登町にあるんですけど、10本のウッドサークルが、こう、日本で、まあ、ウッドサークルは唯一だと思うんだけど、あと1例ぐらいかな。三内丸山遺跡は6本の巨大な栗の木が縦にね、6本並んでる、並列にね。で、真脇の場合は円環を完成です。これがね、聞いたこ重とある。要なんですよ。10本、円環の。それで東の方に海があり、九十九湾というね、7号の方の海が東側にあって、それで裏は三方山に囲まれて、すごくいいところで、ね、で、そこにはイルカの骨がね、350体ぐらいね、食べた後の、まあ、塚みたいにね、埋葬されてるのが発掘されてるんですよ。だからそこで5000年のね、長い時間過ごしていたことが分かってるんですね。
で、こういう安定した暮らしができるという、この世界観とか、暮らし方っていうのは、やっぱり命の営みの質として、まっとうなんですよね。本当の意味でのヘルシーなんですよ。だからよくね、もちろん祭りも感謝も、そういうことをやってたと。で、その運動サークルってある種の儀式性っていうかね、でしょうまあ、ね。曼荼羅みたいなものですね。そういうものをうまくこう作って、お祈りをしたり、鎮魂とか供養とか、もう魚を取ったら魚の供養もしたはずですよ、イそうルでカしょうの。ね。そして、じいさんばあさんも、子供たちもみんながこう命のやりとりをね、こう分かち合うっていう。で、その部を超えないというか、命のそう部ではす。ね、どんな偉い人でも命の部を超えたい。今は、もう傍若無人に命の部を超えてるでしょ、人間が。いや、大体このくらいで終えましょう。はちい、ょっと、ありがあとまり長くいると、またね、ご迷惑になるので、このくらいで、あと、できたとき、もう一回、こう、配って、もしも、付け加えることがあれば、そのとき、加えておけばいいかな。そうしましたら、お帰りはタクシーを呼びましょうか。タクシー、ちょっと呼んでもですはね、い。お願いできますか。じゃあ、タクシーを呼んでいきますので、こういう形じゃないと、ちょっとね、お会いしにくいから。これありがで、とうございまあ、後でね、また質問があったら、まあ、ちょっと追加すればいいです。ます。大丈夫です。まあ、よかったと思います。15日を挟んでですね、3日間ほど、聖光大学、韓国の聖光大学と日本の東北大学との共催で国際シンポジウムがありまして、そのテーマが、超高齢社会におけるウェルエイジングとウェルダイイングと、そういうテーマになっておりまして、で、河先生はご参加されるまで。